高栗または高来は現在の大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国北部から中国、東北部の南部にかけての地域に存在した国家。最盛期には中国東北地方南部、ロシア沿海地方の一部、及び朝鮮半島の大部分を支配した。朝鮮市の枠組みでは同時期に朝鮮半島南部に存在した。 くだら、しらと共に三国時代を形成した一国とされる。三国式の伝説によれば、初代王の首謀が、紀元前三十七年に、高栗を建てたとされるが、文献主学的にも考古学的にも、高栗の登場はこれよりもやや古いと見られている。漢の支配から自立し、三世紀以降、義心南北朝時代の中国歴代王朝や付与、末活、くだら、し 和など周辺諸国と攻防を繰り広げ、5世紀には最盛期を迎えた。コウクリは東アジアで大きな影響力を持ったが、589年に中国が統一され、南北朝時代が終焉を迎えると、統一王朝の隋、唐から繰り返し攻撃を受けた。コウクリは長らくこれに耐えたが、660年にはくダラが唐に滅ぼされ、白木も 唐と結んだことで南北から挟まれた。そして国内の内紛に乗じた唐、白木の攻撃によって668年に滅ぼされ唐に吸収されて安藤と五符が設置された。高栗は別名を白という。日本では高麗と書いても白と書いてもコマと読む。現在では高麗との区別による理由から高栗と読む慣習が一般化しているが本来 くだら、しらぎの、くだら、しらぎに対応する日本語での古名は、コマである。コウクリの名前の由来について、確実なことは分かっていない。コウクリという固有名詞が登場する、最も古い記録は、漢助、地理詞に、玄と、落老軍は、武帝の時に置いた。皆城戦、歪白、栗の万位の地であるとあるもので、玄と軍の首剣として、コウクリ、ウエインダイ。 西二馬が言及されている。理は、霊と同音であり、漢人の別詞による表現であって意味上の差異はない。コウクの名称の由来については、諸説あり、かつて、白鳥倉吉はこれを、コウと、ク、霊に分解し、ク霊は、コル、甲は子であるから、原疑は、大城であるとした。李平等は、コルを白鳥と同じく理解するが、甲はスリであり、首言 上流の意味であるとした。コウクリは文献記録上は白族として現れる。そして8世紀に特決で作られたオルホン碑文にはボクリという東方の国が登場する。岩佐聖一郎はこのボクリがコウクリを指すものであるとみ、白クレイノートを表したものであろうとした。それに対して森正男はこれは b k リーと読むべきで、コウクリを指すものには違いないが、意味は 白の国であるとする。だが、白という種族は古く、修代から中国の史料に登場し、時代や筆者によって異なる実態を指し示したと考えられる語であるため、高句麗を指す、白を、元代より前に登場する、白と単純につながりのあるものとすることはできない。なお、高句麗は、南西書、高来伝に、高来という国名で表記されており、 隋当代の司書でも、高来と表記する。作法の際の正式名が、高来王から、高来王となったのは520年の寮の作法が最初であり、高来が意識的に高来へと解明したとする説もある。だが解明したとする決め手もなく、単に省略型が定着しただけである可能性もある。八木武氏は、作法体制における慣例として、 国語の字数を二文字に揃えたものであるとしている。三国式、高ウク本義冒頭の神話によれば、高ウクは種網により建てられたという。種網は、家臣の娘である龍花の息子であるとされる。その神話では、天末は、以下のようなものである。冬王の金川津が大白山の南の遊没水で、龍花に出会い話しかけると、彼女は、天帝の子と称する怪母僧と愛し合ったが、 海母僧はどこかへいなくなってしまい、父母は賠償人もなく人に従ったことを責め、彼女を幽閉したと言った。金河津がこの話を不思議に思って、家に龍火を閉じ込めると、日光が彼女を照らし彼女は身ごもった。そして大きな卵を産み、やがて中から男の子が生まれた。これが主毛である。幼少より卓越した才能を見せた主毛は、 付予の王子たちの誰よりも優れていた。不安を覚えた付予の王子たちは主網を除くように主張したが、聞き入れられず、最終的に暗殺を試みたが、危険を察知した母龍華の助言によって主網は国外へ脱出し、卒本側に至って建国した。なお、高空本義の文中遺伝では、主網が卒本付予に来た時、男子のいなかった不要が、主網の際を見て、 王女と結婚させ、後に、主語が王になったとする。そして国号をコウとしたので高を、死の名前としたという。三国式に従うならば、この建国は、全漢の限定だって昭和二年のことであり、西暦に直すと、全十七年となる。コウという固有名詞に言及する、最も古い記録は、戦術の通り、漢女、チリ詞に、元都軍の首剣として、 高ーク県が言及されているもので、ゲント軍の設置は、前漢の武帝の時代、全107年である。このため、どの段階を、建国として扱うかという問題はあるものの、高ーの政治的な結集は、三国式に記録されて、いるよりも早い段階に行われたと考えられる。漢は、日本海側へ続く流通路を確保すべく、ワ Y 博の地に、ゲント軍を設置した。 これを第一元都軍と呼ぶ。最初に軍地が置かれた場所は、現在の北朝鮮の環境南道観光地方で、あると考えられている。この時周辺地域を統治するために、高栗人の居住地を含む複数の地域に、県庁が置かれた。後に、高栗の首都が置かれる、現在の中国領吉林省州案では、高栗時代の王城の地下に土塁が確認されており、おそらくは、 高栗県城であると考えられている。同じく後に、高栗の首都が置かれる、遼寧省艦人市にも土城が確認されており、こちらも玄都軍の県城であると考えられている。このように、艦は当初高栗人の軍権統治を目指した。だが、高栗人は容易に服属しなかったと見られ、全十五年には軍地を艦人市西北の栄領鎮に移した。これが、 第二元都軍である。元都軍は旧来の高栗県を廃止し、新たな軍地に高栗県の名前を残した。文献史学的には、高栗の交流は、この前107年から前75年の間、おおむね前1世紀前半頃であると考えられる。一方、考古学県地からは、高栗の古地における、新しい墓形式である石石塚の登場をもって、 高栗の始まりとするのが一般的となる。石石塚とは各種の石を積み上げ、中央に埋葬主体を設ける形式の古墳であり、しばしば平面プランは方形となるものである。具体的な年代割り当ては諸説あり、最も原始的な形態である、無機断式石角石石石塚のうち、あるものは紀元前三世紀に遡るとする説もあるがはっきりしない。 この形式の席、石塚の中にはご主線が出土しているものがあることから、期限前後の時期までは遡ると思われる。高栗の最初期の中心地は、卒本のある根交流域から、周安のある王力交流域にかけての地域であった。高栗人たちはな、または、やつと呼ばれる、多数の遅延的政治集団を形成し、核な集団には大家、諸家と呼ばれる、主張像がいた。 こうした、那集団は、市長連合を形成していたと考えられ、三国志、銀史や、儀略など中国の市所は有力な那集団として、官土部、善那部、小那部、官土部、葛老部というご族の存在を伝えている。那集団の連合体であったと考えられる高栗は、漢の軍権と抗争を繰り返した。交流期の高栗の動向は主に中国の資料によって伝わる。 西暦8年に菅の平三角を殺害して位を散脱して新たに新王朝を開いた王毛は、高栗を含む遠い所属に新たな印字を配布した。この時従来まで王を名乗っていた高栗の君主は高栗公へと格下げされた。西暦12年に王毛が郷土出兵のために高栗公に出兵を命じた際には、 が、これに応じなかったために捕らえられて処刑されたという。さらに、大毛は、高栗の国名を、下の暮れとして癒しめた。このが、名前と、具体的な行動が伝わる最古の高栗の人物である。大毛が倒され、法武帝によって、五冠が開かれると、下の暮れ公は、西暦32年に、これに長考し、高栗をへと戻された。その後、 高栗の勢力は拡張し、これに圧迫された、菅の玄都軍は再び後方へと移転した。これを、第三玄都軍というが、具体的な移転先についての記録はない。ただし、現代の研究によって、移転は105年から106年頃移転先は、両年省部順にある永安大古城とするのが定説となっている。この移転の後も、一世紀ほどの期間にわたり、 航空寮の実や、水星、白く方らが繰り返し両党、元都などを襲撃し続けた。2世紀末の黄金の乱とその後の中央政府の統制力の低下によって、股間が分裂状態に陥ると、両党地方では、高村度によって、高村市政権が打ち立てられた。一方の航空では、航空を吐白方の死後、その息子、遠友が即位したが、 これに反発した兄の初期は、高尊氏を頼って、遠友に対抗し、卒本に息子を残して、自らは、両党へ移り住んだ。遠友は、高尊氏と初期から逃れて、南に移動し、古くからの重要拠点である、国内城で、新国を建てた。この、新国がその後の、高栗の歴史を担うことになり、国内城は、高栗の王都となった。国内城は、 旧高ーク県の県城を居城として転用したもので、背後の山には緊急用の大規模な山城が築かれた。山城の丸宮古の城と平城の国内城とは一体となって王都を構成した。その後の初期とその息子の動向は不明である。高ーは、菅の滅亡の後に、中原を支配した義と結び、芝居率いる義軍が、高村氏を討伐する際には、延平も出したが、 高孫氏滅亡後間もない242年には、遠友の後を継いだ憂いクラいが、西安平を、あだ略し、義と衝突するようになった。義は、将軍求賢の指揮の下で数度にわたり、高暮への遠征を行った。三国氏、義氏の記載によれば一回目の進行は244年に行われたが、20世紀に発見された碑文の記録を、信ずるならば242年中に、 すでに出陣していた可能性もある。東川王は2万の兵を率いて迎え撃ったが、敗退し、岩都城を落とされ千人が斬首された。九県は将兵に、墳墓破壊を禁じ捕虜と首都を返還したが高ウは、服属せず、ギは245年に、再び侵攻した。今度は、より広範囲が戦場となり、高ウは、南北の二方向から侵攻した義軍との激しい、 戦いの末に敗れた。東川王は、要素、二人の墓地にまで逃れて、義軍の追撃から身を隠した。一連の戦いで、丸宮この城は蹂躙され、高栗は多大な損害を受けたが、東川王は、義の攻撃が一段落した後、間もなく、復興に手をつけた。三国式、東川王岐は、岩都城が破壊されたために新たに、 ピョンヤン城を築いて新たに首都としたと伝える。だが、実際にこの頃に、高句麗が戦闘を行った形跡はなく、仮に実施されていたとしても、これは後世に、高句麗がガを置いた、ピョンヤン城とは異なる。この戦闘についての記録は、後世のピョンヤンを申請する観念を反映して、後に挿入された総和であるか、または、丸宮この城の別名か、 周安市付近の域名であると考えられる。高栗は、この戦争の敗北から立ち直り、三河王が即位した頃には、従来からの五部体制を維持しつつも、国王権力の集中が推し進められ、官員制度が整備されるなど内政面の強化が行われた。そして対外的には、中国を統一した精神で発生した八王の乱や、その後の分裂などの混乱に乗じて、 両党地方への進出を図った。311年には丹東を攻略して朝鮮半島の軍権を中国本国から切り離し、盛んに落老軍や大砲軍を攻撃した。313年にはこれに耐えられなくなった落老軍の軍民の多くが戦費の母用紙のもとへ移住し、落老、大砲両軍は行政機能を事実上喪失した。 同年中に高栗は、ラク軍を占領し、朝鮮半島北部の支配を確立した。それでもラク軍の故地には、多くの漢人が残留し、新たに中国の戦乱を逃れて流入した、漢人もこれに加わった。彼らは南北に分裂しつつあった、中国の政党王朝として、闘神を支持し、その年号を使用し続けるなど、回帰の願望を持っていた。高ウは、 平壌を新たな拠点として確保する一方で、彼ら肝心に対しては、緩やかな支配で臨んだ。さらに北方では、不要攻撃してその本拠地を支配下に置いた。同時期に勢力を大幅に強めていた、戦費の母用紙もまた、319年には、進むの兵州市し、左を破って、両党に勢力を拡張し、高栗と直接対峙するようになった。高栗は、 武順に移転していた元都軍を倒し、その地に、新城を築いて、西方の拠点とした。しかし、母洋氏の母洋は337年に炎王を、少子342年には大軍を持って、高栗に侵攻した。高栗はこの戦いに敗れ元都城が、再び失肝した。高栗を務むは翌年、前縁に、 進化の霊を取り王帝を入朝させることによって南極を乗り切ったが、高栗は大きな打撃を受けた。350年代には前ツバメに人質を入れて戦争中に囚われていた王母を取り戻し、政党大将軍、英衆史し,し、落老公として作法された。この頃、朝鮮半島中央部で新たに馬漢諸国が統合して形成されていたくだらの金賞公によって、 旧大砲地域が奪われた。国国元王は369年にくだら攻撃に乗り出したが敗退し、371年にも大同光を越えて、再びくだらを攻撃したがこれにも敗れ、逆に平壌を攻撃したくだら軍との戦いで流れ屋に当たり戦死した。国王戦士によって航国は混乱し、後を継いだ小獣林王と国国女王の兄弟は、 国政の立て直しに邁進しなければならなかった。小中林王は前、メを滅ぼした前身との関係強化に努めた。372年に、新王府県から僧、純道や仏典、仏像が送られ、375年には寺院が建立された。これが高栗への仏教講言である。また同じ年には、教育機関として王の学部が設けられ、 具体的な内容は伝わらないものの律令が制定されたという。さらに、五国,国女王時代には、国社、僧業、霊政の整備が行われた。こうした積極的な国内政策を通じて、国力の回復が図られた。391年に即位した公会堂は、いわゆる公会堂碑を残したことで名高い。この碑文は、彼の死後にその功績を商用する目的で、 混流されたものであり、4世紀末から5世紀初頭における東、アジア市の重要資料となっている。彼の死亡である公海道の名は彼が各方面で大きな戦果を上げ領土を拡大したことにちなんでいる。彼は395年には北西の冷え、霊を撃破し、翌396年には朝鮮半島中部のくだらへ申請して、その後と半寸に迫った。 これによって、九だら王を侵入させ58女優の700、村を奪取した。398年には、東北の宿信を攻撃して長考させ、また制約を破って、和と和通したくだを再度攻撃するため平壌まで、進軍した。そこで、和の攻撃を受けていた白木が救援を求めてきたため、400年に、白木城へ出兵しその王とを制圧していた和軍を、駆逐した。 さらに敗走する和軍を追って、朝鮮半島南端部にあたるみまなからまで進み、和人と共にいたアラ兵も撃ったという。404年には我が回路で大砲地方に侵入したが、これも撃退した。407年にも、九だらい侵攻して六条を奪い、続いて410年には、東付与にも侵攻してその王都に迫った。このような征服活動についての記録は前の通り、 主に、公開道碑文の情報に基づいている。この碑文の解釈をめぐっては諸説入り乱れており、史実性をめぐって議論があるが、重要性の高い同時代資料として、現代では高く評価される傾向にある。また、碑文の記録にはないが、全身の崩壊に乗じて、母用氏が復興した後園とも戦い、402年には両党軍を奪って、 両外島の地域に支配権を確立した。その後、高栗人で母用宝の養子となっていた母用雲が、後園の将軍であった、漢人、評罰に擁立されると、高海道は即座に死者を送り母用雲を、相続大遇とした。さらに同じく、母用氏の政権である南園にも堅資し、これらを通じて、高空の西部国境の安定が達成された。 公海道王によって拡大された領土を引き継ぎ、公栗の前世紀を厳出したのが長寿王である。その死亡の通り、79年にわたって在位したと伝えられる。彼は即位直後の413年、東進に初めて長考した。この頃、千碧族宅伐氏の北義が中原を支配下に収めると、北義に敗れた北園から天皇、兵広氏が公栗に亡命した。 当初、長寿王は、兵広氏を保護したが、北魏からの強い要求の前によれ彼を殺害した。長寿王は、その後南北に分裂した中国の領朝に検視を行い、特に国境を接する北魏との関係構築に、不信した。南北領王は佐とも高栗の存在を高く評価し、424年には、そう、435年には北魏からそれぞれ作法を受けた。 高栗に授けられた将軍号、カニは当時の東アジア諸国の中でも最上位級となった。長寿王はまた朝鮮半島方面の経営と勢力拡大に本格的に乗り出し、四百二十七年に南方の拠点であったピョンヤンにエセントした。この時戦闘が行われたピョンヤン城は現在のピョンヤン市街ではなく、そこから六キロメートルほど北東にある大城山城。 一体にあった。南進路線をはっきりさせたコウは、対北義関係の安定とともに、南方への勢力拡大を続けた。この時期のコウの朝鮮半島における大きな影響力を示す記録が、中原コウク妃であり、白木王を召喚して、衣服の授与を行い、白木の妊婦を挑発して、コウ軍艦のもとに組織していたことを伝える。さらに455年以降、 長期にわたり繰り返し、クダラを攻撃した。高栗の圧迫に耐えかねたクダラは北義に救援要請を行ったが、高栗の北義との親善策も、功を奏し、北義が介入することはなかった。475年、長女王は、クダラの首都本寸を襲って、これを奪うことに成功した。そして闘争を試みた、クダラの街路をも捕らえて殺害し、事実上、 くだらを滅亡させた。その後、援軍を求めて、白木に派遣されていた、文州王が、南方の有心でくだらを再興した。句麗軍はさらに南下し、現在の中西南道北部まで進んだ。また、東方向に、京昌北道北部まで勢力を拡大し、両島、満州南部、朝鮮半島の大部分を支配するに至った。航海道、長寿を そしてその後を継いだ文史明王の間は、コウりの対外活動が最も盛んな時期であった。その次の安蔵王は531年に殺害され、王帝が安原王として即位したが、この王が病に倒れると、2年にわたって王位継承をめぐる外籍の争いが繰り広げられた。その末に8歳の悲ゲ王が擁立されたが、元と上主、明の乱をはじめとして、 支配層は動揺し王権は弱体化した。このような体制の動揺に加え、5世紀末になると再建を果たしたくだらと朝鮮半島南東部のシラギがそれぞれ国家体制を整えて国力を増し、連合して高句麗に対抗する姿勢を示した。6世紀に入ると朝鮮半島の東海岸を北上するシラギによって高句麗の前線は押し戻されるようになり、 551年には、かつて、九だらから奪った、漢城が九だらと白木の連合軍によって占領された。最終的にこの都市は白木が占有した。この事態に対応するため、秘伝王は552年に、現在のピョンヤン市内にあたる地域を新たな王都とする、ことを決定した。戦闘後もその名前として、ピョンヤン城という名が使用されたが、長安城とも呼ばれる。 この都市は、高栗の伝統的なスタイルではなく、中国式の情報性を取る計画都市であった。本格的な工事は次の王である、平原を打ち中の566年から始められ、その最終的な完成には43年の歳月を費やすことになる。この戦闘は勢力を増す白木の攻撃に対応する。 体制を整えるとともに、朝鮮半島における不退転の決意を示す、ものであった。白木の拡張を受けて、570年には初めて、和国へ使者を送って、対白木での連携を探った。中国においては、南北領朝の双方に調考を行って、友好を保ち、581年に隋の文帝が即位すると、隋からもすぐに作法を受けた。しかし、 589年に隋が南朝の鎮を平定して中国が統一されたことにより長きにわたる南北朝時代が終了し東アジアの国際情勢は根本的な変化を迎えたその距離的な近さゆえに隋による中国統一にコウクリとクダラは迅速に反応し589年中にクダラが翌年にはコウクリが隋への検視を行っている やや遅れて594年には白木も隋へ長考して作法を受け東アジア諸国が隋を中心とした一元的な国際秩序の中に組み込まれていくこととなった。このような変化は中国と国境を接しこれまで南北領朝の存在を前提に北朝の脅威に対応してきた高句クにとっては深刻な事態であった。この頃、 コウクリはマッカツを攻撃して支配下に置いていたが、マッカツの中でも生誕に位置した、俗末マッカツのみは、コウクリの支配に服さず、主張の都知恵らは隋を頼んで、両政地方に移動し、隋領内からコウクリへの反撃を行った。さらに、突決に押されて、コウクリ領内に寄り入していた、キッタン人も、コウクリから離反して、隋へ服属する動きを見せた。コウクリの平原王は、 喫官の離反を阻止するとともに、随領内のトッジケイラ族末末活との戦いを続け、随の脅威に対応するために、軍の増強と食料の備蓄を行った。随の文帝は、高栗の行動について、状況を確認するための施設を派遣したが、高栗は厳重な警戒の下で施設に応対した。文帝は一連の高ーの行動と死者の取り扱いに強い不快感を示し、 平原王を問罪する、辞称を送ったが、平原王が死亡したために沙汰闇となった。コウクリトとトッジケイラ続末末活との抗争は、その後も続き、598年にはトッジケイラの根拠地永州をコウクリが襲撃した。これは隋から見た場合、領内への侵略行為であり、文帝はこれを契機として、コウクリに水陸30万と合する遠征軍を派遣した。この隋による、 最初の高ーク政党は、両河の洪水によって、氷糧の補給が途絶えるなどしたため髄側に大きな損害が出たこと、また髄との全面衝突を恐れた高ーの栄養王が謝罪したことで一旦収束した。この頃、中央アジアからモンゴル高原に至る地域に、特欠が巨大勢力を築いていた。髄の調略もあって特欠は東西に分裂し、 東特欠は隋に侵入したものの、なお強大な力を持っていた。文帝の死後に隋の定位を継いだ陽代は607年の頂上巡行の際に、東特欠の警民家岸の下に、高栗の使者が来訪していることを発見し、両者の間に連携の動きがあることを知って、脅威を覚えた。またこの頃には、九だ白木が隋に、 高栗政党の要請を行ってもいた。文帝時代の失敗に鑑みて十分な準備期間が取られ、陽ウは六は612年に100万とも200万とも、称する大軍を率いて高栗に申請した。隋軍は各地の城を攻略し、首都平壌も襲撃したが、最終的に撃退された。陽ウは翌613年にも再度高栗に申請を行ったが、 この遠征は、補給基地であった、霊陽の日下運、洋玄関の反乱の知らせと、兵部次郎国覚醒が航りに逃亡したという報告によって、再び退却に追い込まれた。さらに陽代は614年にも遠征を行った。この時は、水軍がヒスナ城を攻略したが、随軍の士気は低く逃亡兵が続出した上、国内での反乱が相次いだ。一方で、 高ウも、連年の戦争によって、極めて疲弊していた。このため、高ウの栄養王が自ら調校し、国格性を引き渡すという条件で和議が結ばれた。高ウはしかし、王自らが調校するという約束を守ることは、なかった。このため、洋代は617年には4度目の高ウ遠征を企画したが、 幼玄関の反乱以来国内各地で反乱が大規模に発生していた最中であり、その実行はもはや不可能であった。618年、幼大がこの絵軍団によって殺害され、その後の内乱を勝ち抜いた李縁によって建てられた塔が隋にとって変わった。こうして隋による一連の高送り縁制は最終的に失敗に終わった。このことは、 随滅亡の重要な要因の一つと考えられている。高ウは、統制率の翌年には、剣士し、621年には、クダら白木と揃って、長考を行った。党の構想はなお国内に拡挙する軍友との戦いに、専念するために高ウとの関係の修復に努め、しばらくの間高ウの情勢は安定した。しかし、628年に、 体操の下で国内の統一を完了すると党は対外強行策に転じ、コークリへの圧力も増した。630年に東特厥を滅ぼした党は、631年にコークリに対して隋によるコークリ遠征の際の戦死者を埋葬した警官を破壊して遺骨を返還するよう要求した。党の強行姿勢を恐れたコークリは国境沿いに 地下とあまりにわたる頂上を築いて、党からの信仰に備えた。635年には豊翼婚が、640年には交渉国が党に滅ぼされ、航空国内では危機感が高まった。642年、当時頂上の築城監督を任されていた大大路の淵外素分は、党の信仰に備えた権力の集中と国家体制の再編を目論んでクーデターに打って出た。 彼はこのクーデターによって、当時の境止め王と180人余りの臣下を殺害し、王帝の子である法蔵王を王座につけた。そして自らは最高位の官位である大退郎を退き、第二党のマリシに身を置いて実権を握った。不違い祖文が権力を掌握した642年、前後は、くだら、白木、さらには、 我国でも政治体制の転換と権力の集中が進むとともに、国際情勢も目まぐるしく変化し、最終的な幸くり、クダラの滅亡と白木による朝鮮半島統一に帰結する東アジアの変動の起点であるとも評される。クダラでは、議事王が白木に侵攻して、茅谷地方を制圧するとともに、宣制体制の構築を図り、翌643年には長年戦いを、 続けてきたコウクリとクダラの間では僕が成立した。劣勢となった白ラでも642年に、全徳女王を中心として、金春秋、金友信の3名の結束による権力体制が静かに成立した。和国においても、除名天皇が死に、皇玉天皇が即位するとともに、蘇賀江蔵、祖賀いるか親子が実権を握り、領と称する墓の建設を開始している。 645年、コウクリとクダラによって、党への入庁路が塞がれているという白木の訴えや、白木との和解を求める党の要求をコウクリが拒絶したこと、党が承認していた王である境止め王が殺害されたことなどを直接的な理由として、党の体操は10万余りとされる軍勢を率いて、コウクリへ申請した。高ウは、二無城、両党城、白、 岩尾城など十条を破られ、領土の一部を塔に奪われたものの、激戦の末に、塔軍の撃退に成功した。高栗は六百四十七年、六百四十八年にも、塔の攻撃を受け領土の一部を奪われたが、一連の攻撃をしのぎ切った。その後、逆に周囲の諸国を攻撃して、勢力拡大を図り、六百五十四年に、吉丹を攻撃し、六百五十五年には、 クダラと共に、シラギに出兵した。喫炭攻撃には失敗したものの、シラギからは33条を奪取することに成功した。シラギはこの事態を打開するため、党に、クダラの討伐を求めた。党は658年から659年にかけて、高ークリを攻撃したが、この遠征も失敗に終わり、高ークリを攻撃するにあたって、 その同盟国となっていたくだらを先に滅ぼして、後ウの背後を抑えることを起とした。この結果、唐は、白木の要請を飲んで660年に、水陸合わせ13万とする軍勢を持って、海陸ロくだらへ侵攻した。主条翼殿滅降来、戦中くだら。止め兵鎮守、清その神服主城は、降来をどん滅ぼせんことを欲し,し、まず、くだらを中誠り、兵を止めて鎮守し、 その心腹を制す。旧当女巻84、列現代34、竜神紀伝クダラはこれに対応することができず、滅亡し、その後クダラ復興を目指した維新たちが反乱を起こし、和国の支援を受けたが、663年の白月の絵の戦いの結果完全に制圧された。高ウを包囲した党は、白木の兵力も加えて、高ウを再び攻撃した。 661年と662年にはすでに、高ウへの攻撃が開始され、首都ピ壌ンヤンは半年にわたって包囲されたが、高ウはこの新たな攻撃も防ぎ切った。しかし666年に不違い祖分が死亡すると、その調子男性と弟の男立て、男さんが対立して分裂状態となり、首都を追われた男性は、国内上に立てこもって、党に救援を求めた。 これを帰化とした、党の構想は直ちに出兵を決定した。党は667年に、高栗の西の拠点である新城を攻略し、合流した男性の先導で、両党半島も攻略すると、668年には、白木と共に再び、平壌を包囲した。男性の調略による城内の内容もあり、1ヶ月に渡る包囲の後、男さんと構蔵王は降伏した。 男立てはその後も抵抗を続けたが破れて自殺未遂の末に捕らえられた。こうして668年に高栗は滅亡した。日本初期、天智天皇記は高栗の滅亡は中無をによる建国からちょうど700年目のことだったと記している。新東女高来伝、東海洋高栗、三国式高栗法像を本義は構想に問われた。 侍御ラ師の過去とただの言葉として、関代の建国から900年とする。また、三国式白木本義で、文武王10年暗章を、航空領に封じた殺意の地書では、中房王による建国から800年とする。当軍を指揮していた、李伊佐夫は20万人余りの捕虜を引き連れて外戦して、 宝蔵オーラを少量に捧げ、白木も七千人の捕虜を引き連れて、先祖病に高栗徳リとクダラの滅亡を報告した。戦後、唐は、平壌に、安藤とゴ府を設置し、旧高栗寮領に旧都督府、百件を置いて、高栗ク人を登用し、厳重として組み込んだ。同じく旧クダラ領には、有心都徳府が置かれており、さらに高栗遠征に際しては、 白木の文武王を取り林大都督としていた。これは白木もまた党の厳州であることを意味したが、党の支配下に置かれることを懸念した白木は、旧高栗、く田良領からの党の排除を施行した。670年に、高栗の州長兼防身が、党の地方官を殺害し、宝蔵王の外孫とされる暗章を報じて、白木に亡命すると、白木は暗章を、高栗王に封じて、 高ウの亡命政権を抱え込んだ。白ラは、翌年に、高ウの使者を和国に長考させ、以後しばらくの間、白ラの使者が帯同して、高ウ氏が和国へ送られた。これは白ラが高ウを保護下に置いていることを、外交的に辞意する行為であり、法徳王の策立とともに、白ラ王権の正当性を内外に示し、党が設置した、安藤と五府に対抗する姿勢を明らかにする。 ものであった。670年中には、くだら領をめぐって、唐と白木の衝突が始まった。唐は、白木の行動を攻めたが、白木は信仰と謝罪士の派遣を繰り返しつつ、領土を参拝した。安章の高栗亡命政権もまた、白木軍の一翼として、この戦闘に参加した。唐は674年に、白木政党のため軍を派遣したが、 676年には、木髪浦で、白木が党軍を破り、旧くだら領を確保して、党を朝鮮半島南部から駆逐することに成功した。党はこの年に、勇神と特府を両党の懸案上に、安藤と徳府も両党状に一旦移して、白木の攻撃に備えた。 当はその後も白木による旧くだら領支配を認めなかったが、チベット高原日本教奥政法の都番の勢力拡張によって朝鮮半島情勢への介入継続が困難となり、678年に白木政党を断念した。この結果、暗省の高栗離亡命政権は存在価値を失い、684年に俗人の無本をきっかけに白木に取り潰された。 こうして、旧高句麗領の南端部を含む朝鮮半島は、白木の支配のもとに入った。高句麗の移民たちは、様々な運命をたどった。高句麗が支配していた北部の領域ではその移民の多くが塔によって、英州へ強制移住させられた。そして、塔は捉えていた最後の高句麗王である、宝蔵王を、両党州と解く、朝鮮王に封じて、両党に戻し、 現地を暗部させようとした。しかし、法蔵王は、末活と結んで反乱を企てたため視線に流され、その地で死亡した。一方、モンゴル高原で、東、突血が自立して、再び強大な力を持つようになったため、英州は唐にとって、東北方面の一大拠点として、重要な位置を占めるようになった。唐では690年に、側転武功が、 中国史上唯一の女帝として即位し、国号を州とした。696年に、英州を、吉丹の族長理人中らが襲撃し、これをきっかけにして、河北を接見すると、不足点は特決に助けを求め、その力によって、吉丹を撃破した。しかし武州は、英州の支配権を取り戻すことはできず、現地の吉丹を討伐して、 両党を奪回するために遠征軍を派遣した。この討伐対象となった吉丹反乱の与党の一部に、コツコツな家蔵と大祖坂への親子が率いる一団があった。大祖坂への集団は、英州に強制移住させられていたコークリー移民であったが、それが、いわゆるコークリ人であるのか、コークリに従属していた、続末末活人であるのかは不明である。大祖坂への集団は、 この戦乱をきっかけに、マッカツ人、コズヨンヒハネラと共に、続末、マッカツの中心地とさんあるいは、消化降水系から、ボタン工場流域へと逃れ、この地でブリ国王を称した。このブリ国が、後の牧海へとつながっていく。塔に移った、高ウの威信たちの墓も発見されている。中華人民共和国で、西安、洛陽を中心に日東高ウ人の墓が多数、 発見されており、2016年現在までに21点の母子が見つかっている。この母子によって、数世代にわたり、党に仕えた彼らの動向が記録されている。この中には、高栗の内乱の中で党軍を引き込んだ、泉男性などの母子も含まれており、高栗攻略に、功績のあったことから党でかなり公軍されたことや、彼と党の関係がスムーズに構築されたわけではない、ことなど、 当時の外交関係の詳しい事情を伝えている。高栗の移民の一部には、大和へ逃れた者もいたという。俗に本記によれば、武蔵国高来軍は、高栗の移民たちを移して設置したとされており。高来神社、駒川、日高市高来本号などの名にその名残を留めている。その他多くの高栗人がその後どのような歴史を歩んだかは明らかではない。 朝鮮半島では10世紀初め、白木の王族の旧英が、高栗の後継を主張し、五高栗を建てて、白木北部の大半を占領して、独自の勢力を築き上げた。その後、王権側と高栗を乗っ取り、同じく高栗の最高を意識した駒が、朝鮮半島を支配することになる。朝鮮半島から中国東北地方に至る地域の古代の言語資料は乏しい。 高ー語も例に漏れず、文法構造や形態を明らかにする情報は残されていない。現代の高ー語についての情報は、主として、三国式、雑誌、地理から得られる旧高ークの地名の分析によるものであり、これによって若干の単語を復元できる。他に、古代の中国の詩書には、高ーの言語と周辺所属の言語の類似についての言及があるが、 言語自体の具体的な情報はわずかである。三国式、雑誌、地理からの高句麗語の復元は、同一地名の音読名と訓読名が併記されている、ものから単語を再構成する手法で行われている。例えば、海骨一雲水木、水谷城剣一雲海単骨という記述から、海イコール水、単、イコール谷、骨イコール城。 という関係性を導き出すことが可能であり、回、単、コツは音読表記、水、谷、情は訓読表記と考えられることから、高句麗語では、水を意味する単語は、回と発音したことが推定できる。だが、当時の回の発音は、どのようなものであったか、という点に、さらなる推論が必要であり、中国の中古音や朝鮮漢字音の分析からまい、 もしくはミーなどの復元型が考えられている。城を意味する、骨は、中国の資料に登場する、溝、骨字、古継ぎと同一の単語であると考えられる。同様に、国を意味する、炭は炭と復元される。このようにして復元される、コークリ語の単語は八十例ほどであり、そのうちかなりの確実性を持つものは五十例ほどと、質量ともに極めて不十分であるが、 高ーク語自体の分析にも、周辺諸言語との関係性の分析にも欠かせないものである。なお、この手法による高ーク語の再構成については、旧高ーク領の地名でも、自動的にそれが高ーク語の地名であることは、保証されないという重要な批判がある。そして、三国式に地名が記載されるのは、基本的に旧高ーク領土の内白木に併存された地域に限られるが、 この地域が、高句麗の支配下にあった時期が、期間的に限られることなども指摘されている。すでに述べた資料の残存状況が、さらに踏み込んだ分析を不可能なものとしており、高句麗語の詳細については今なお、ほとんどわかっていない。韓国語学者の力文は、中国資料にある、高句麗リ、フイオ、アズマサバイの言語がほぼ同じであるという記述に依拠し、 これらの言語が属する付与形諸語の存在を想定した。一方で、三国志や北史には祝身、末活の言語が高句麗語と異なるとする記録がある。ことから、祝身の言語がツングース系言語と想定されるならば、ツングース諸語と付与諸語の違いが明記されていることとなり、重大な意味を持つとする。この想定に立つ場合、高句麗語は具体的な言語資料が残る。 唯一の付与語族の言語ということになる。ただし、高栗語が使用されていた時代の縮身語や、末活語には漢字表記された人名以外に原存資料が存在せず、したがってこれが今日どの言語に引き継がれているのか、説明しようがないものであり、縮身などをツングース系とするのも、あくまで後世の言語分布状況から類推した過程に過ぎない。これとは別に、 コウクリ語を、ツングース語の一派とする伝統的な見解がある。このような見解の先駆者には、コ野のロクローラがおり、彼は、朝鮮半島南部と北部で別系統の言語が、使用されていた可能性を指摘したが、金峰王冠は、三国式にあるコウクリの地名から、機能できる言語は、大枠として、くだら、白木のそれと大きく異ならないとしてこの見解を、退けた。一方、 金は高句麗人の厳重値が本来、朝鮮半島内部ではないことを指摘するとともに、高句麗の全領土内で同一の言語が使用されていたとする。暗黙の過程に疑問を投げかけた。そして、平壌方面に南下する。以前の高句麗の言語と朝鮮半島中部の地名に用いられている。言語が同一ではない。可能性に触れ、白鳥倉吉、吉村山七郎の先行研究も参考に。 南海以前の航クリ語が中国の司書から想定する限り、ツングース書語と密接な関係を持つと想定した。この航クリ語をツングース系とする説明は広く普及し、しばしば用いられていた。ただし、現代の言語学において、ツングース系であることが確実である、史上最古の言語は12世紀頃から登場する助信語であり、 言語学検知からはコークリ語の言語系統がツングース系であることは証明されていない。このため、少なくとも言語学的に見た場合、女子に以前の国家や民族については、ツングースという用語を控えるべき段階にある、とする指摘がある。復元されたコークリ語の単語には日本語、朝鮮語、ツングース諸語など、東アジアの諸言語との関係性を伺わせるものも多い。 例えば上に上げた水を意味する、会話、ツングース諸語である、エベン記語のムーや、日本語の水、中期朝鮮語のミアー、中世モンゴル語のモリンなどと比較される。日本語の系統論との関係では、コークリ語の数字であるミル、ウ、ナン、TK や、動物名であるユサクサム、地形を表すタンなど、類似した語形のものが数多く見出されることが長く、注目されており、 これを論拠にコークリ語と日本語の禁煙関係を想定する論考も古くから出されている。中期朝鮮語とも多数の単語の類似が指摘されており、コークリ語で横を意味する S と中期朝鮮語の AZ、黒いを意味するコークリ語の K メートル R と中期朝鮮語の K メートル、牛を意味するコークリ語と中期朝鮮語書などが比較される。 ツングース諸語との単語の一致はこれらに及ばないが、コークリ語のヌアミと、ツングース諸語のナム、ラムや、数詞の7ナナである、コークリ語なんと、ツングース諸語のナダンのようなものは突起すべきであると、力キ文は指摘している。村山、金羅はコークリ語を、ツングース語とするにあたって、コークリ語部の部名を、ツングース語で解釈可能であるという推定を重要な論拠としている。これは、 コークリ語部名の構成要素であるやつを、南ツングース語の名と同一とし、さらに部名を、ツングース諸語の方位語と関連づけるものである。具体的には、純ドブの純を、満州語の純、エベンキ語の純、カンドブのカンを、同じくオルチャ語のカヤマシ、満州語のアマシ、ソロン語のマイラ、ゼンブのゼ、をやはり、満州語のジュラージャイなどと対応するものと考えれば、語部名が、 方位語として、ツングう語で、解釈可能であるとする。将軍塚。中華人民共和国、吉林省、周安高栗初期、中期の母性は、赤石塚に代表され、後期には土塚、すなわち横穴式石室を持つ、報土墳に移行した。高栗墓の特徴として、古墳壁画が挙げられる。起源は、中国の古噴壁画に求められ得るが、 すでに前期古墳にも見られるものであり、高栗独自の風俗や文化を後世に伝えるものとして重要視されている。前期古墳では、中国吉林省周安市付近のものが、高栗前期の都の城と古墳として、後期古墳では朝鮮民主主義、人民共和国平安市、南浦特急市付近のものが、高栗の古墳遺跡として、それぞれ世界遺産に登録されている。 関石塚高栗の初期、中期の母性を代表するのが、関石塚である。高栗の関石塚は、瓦石や塊石、霧石を積み上げ、中央に埋葬主体を置く形が通常である。関石塚は、高栗の初期から中期にかけて造営され、すでに述べた通り、考古学的には、これの出現をもって、高栗の始まりと見るのが、一般的見解となる。 大まかな発展過程としては、埋葬主体をせっかくとする無機段式のものが、紀元前3、1世紀頃に登場し、ついで紀元前後に、方形の機段を持つもの、または、方形の機段が階段状に、数層重なるものが現れる。3世紀末から4世紀の前半には、中国の母性の影響を受けて、横穴式石室が導入され、5世紀前半の平安への遷都と前後して、 関石塚の造営は終了する。この高栗の関石塚は、前4世紀から前3世紀に、両東地方の王力高近辺で見られる、青銅器を服装した関石塚にその源流があると考えられ、さらにこれは、東北アジアで、紀元前千年期に発展した関石塚や、四赤母に源流を持つかもしれない。考古学者の佐乙女正宏のまとめによれば、 高栗の関石塚は、様々な学者によって3から5つの類型に分類されている。リドの服は1式から5式までの5種に、田村正一は1式から3式までの3種に分類し、それぞれをさらに、A、B、C 類に分類した。シュナガノリは4種に、ギアリセイが5種に分類している。また頭頂は7類型に分類している。おおむね、 木団を持たない紛糾の中心部に埋葬主体を設ける、原初的な形態の無木団式石角石石塚と、方形の木団を作りその上に石積みを行う、砲弾海底石質簿に対別され、木団の総数や、沿道の有無、石質の天井の様式や床面の高さなどによって、さらに分類が行われている。最も古い高栗の無気段式石角石石塚は、暴力港の南側、 現在の北朝鮮の事故道にある、雲坪里,里古墳群や、新木里古墳群、が活流古墳群などで見られる。雲坪里古墳群は、王力港の中世平野の南北2000メートル、東西350メートルの範囲に、およそ200基の古墳が分布しているもので、おおむね底辺が10メートル前後、高さ1から2メートル内外の石石石塚が分布している。 雲坪ぼと4から8号分や4から9号分は、方形海以前の形態を示し、河原石、山石を積み上げて不正形の楕円形の円球が形成されている。国内上2000とした三世域に、砲弾海底石室つが登場する。大型化も進んでおり、最大のものは、王緑港の中国側にある太陽領で、 1> 1辺66メートル、高さ14.8メートルの正方形の石、石塚であり、木段は7段になりピラミッド状の外観を持つ。この墓の東北200メートルの位置に、公会堂碑が立つことから、公会堂をの墓とする説もある。周安市付近には他にも大型の石、石塚の代表例とされる、将軍塚がある。 将軍塚の方形基段の底面は一辺が31.58メートル、高さは12.5メートルに達し、以降石室が巨石化、定型化する。将軍塚の規模は先行する、王能王領よりは縮小しているが、技術的な完成度は将軍塚の方が高く、そのために、こちらの方を公海道の墓とする説もある。この時期には、 横穴式石室も導入されるが、これは中国の母性の影響を受けたものと考えられる。高栗の石石塚は、王力港の中流域の両岸地帯に集中して、分布する。そして、大型のものは、周安、関都市、伊原、公海、平安のような拠点に建造されたが、とりわけ最大級の石石塚は、周安に集中している。報道噴確定塚の壁が。 中華人民共和国、吉林省、周安公栗の後期には、母性は、報土墳に移行した。石を積み上げて構築する石石塚に対し、報土墳は、横穴式石室に土をかぶせて構築される墳墓で、平面プランは方形、または円形となる場合が多い。規定部に列石を巡らせる場合には、方形となる。登場は、石室の形状と構成に基づき、 高度分を累計に分類している。それによれば、核類型は以下のような構成となる。原質と沿道からなる単質母。沿道には小規模な癌が取り付けられる。原質と沿道からなる。一類型で見られた癌が発達、大型化して側室に変化し、その天井が沿道よりも高くなったもの。原質と全質と沿道からなる。全質は、 沿道の左右に発達した側室が一体化し、一つの部屋となったもの。原質と全質と沿道からなる。全質がさらに発達し、原質に匹敵する規模となったもの。原質と全質が分離し、それぞれ単独の石室を形成したもの。上記のうち、1から3類は4、5世紀に、4から5類は5、6世紀に見られる。ただし、時間的には、 完全に整然と一類から五類への変化が並ぶわけではない。また前述の通り横穴式石室は中国の母性の影響を受けて成立したと考えられるが、高栗の石室には、洛郎、大宝や両島地域の多様な石室母の影響が見られるため、中国から高栗への横穴式石室導入は一、経路ではなく複数の系列で伝わったと考えられている。 この報道墳の中には、いわゆる、高ークの壁画墳が含まれており、周安地域では1995年時点で21機が発見されている。この地域では427年のピョンヤン戦闘以降も、大型の報道墳が造営されていることから、有力な勢力がこの地に残存していたと推定される。報道墳の中には、出土遺物や母子によって、絶対年代を、 想定可能なものが存在する。吉林省州安市のホラ高古墳群にある山城下332号墳は出土した帯金具が関東省甲州大東山の東新大野安氏二年母の帯先金具との類似によって4世紀半ばから後半に位置づけられている。同じく州安の無頭老母はその前室に牧書された母子によって国岡のボルコを回路地、 皇体西王の八つ客たる無刀老の墓であることが明記されており、また、公会堂の死亡に言及していることからこの墓の造営は、王の死亡した412年以後、5世紀半ば頃のものであることがわかる。無刀老は、北不与出身の有力者で、この墳墓には、高栗の建国神話や、彼の祖先の情報と公会堂に、 どのように使えたかが記録されており、航空両権の性質や神は、その支配下にある北付与との関係などについて、貴重な情報を提供している。また、同じく牧所母子によって母子が判明している墳墓として、北朝鮮の航海南道安楽軍五局里にある安楽三号墳があり、357年に69歳で死亡した冬、ことぶきという人物の墓であるとされる。 この墳墓は2000年現在、高栗の壁画古墳としては、最古のものと位置づけられ、この墓の存在によって4世紀半ばには、確実に、高栗に横穴式石室が伝播していることが、証明されている。また、平壌の南西 20km の南浦市には、409年に、没した優秀獅子の陳という人物の墓がある。母子には、彼が、 仏門にいたことが明記されており、高栗における仏教の広がりを証明する墓となっている。427年の平壌戦途後、王族の墓も巨大石石塚から石室報土墳に移行し、壁画が導入され始めた。報土墳と石室は高栗領内においてもその構造に地域差が見られるが、当庁は平壌地方の報土墳の石室について5つの特徴を挙げ、 特に平行、三角持ち送り式天井を持つ、短出墓を、ピョン,ン型石室と定義し、左の特徴に加えて、片袖式の石室があるものを、ピョン,ン型式と分類している。ピョン,ン式石室の造営は大道庫と、清川交流域の限定された地域に集中するが、特に大道庫流域を中心とする。この中でも現在のピョン,ン市三石区一気 南里の湖南里古墳群、平壌市三石区域路山道の内里古墳群、平壌市三石区域長寿院道の土浦里古墳群は、平壌城時代の王族、官人層の埋葬地であったと推定されている。5世紀末以降には、高栗の支配層の母性が、確一化してゆく。これは、国政の整備に伴い、管理に,に応じて、石室規模が規制されたためと考えられる。 ピョンヤン式石室の中でも壁画が描かれたものは上流階級の墓であったであろうと推定されるが、壁画が描かれた墳墓の分布も同様に地域的な偏りが見られ、大道高中流域から下流域、横力交流域の周安、最寧光の流域に集中しており、高栗の領土の中でもその造営が行われた地域は極めて狭い範囲に限られる。このようなピョンヤン型石室及び、 壁画の地域的な偏りは、コウクリの社会構造を反映したものとみられる。近藤、縁義美七年名、如来立像。大韓民国、韓国国立中央博物館所蔵。縁義美七年は539年の可能性がある。コウクリと北朝の潜伏信仰の関係を示す遺物としても注目される。三国維持、三国式によると、 372年、前身の府県が高栗に、太の純道を派遣し、仏像や経文を送ったことが、高栗の仏教の始まりである。これ以前に、高栗に仏教が存在しなかったと断言はできないが、372年を一応の活気とみなすことができる。また、374年には、僧侶阿道がやってきたという。純道、阿道については、それぞれに、 儀や等神から来たという遺伝も伝わる。義から来たという伝承については、年代的不整合のために、史実性は乏しいが、彼らの高クリ入りについて、複数の伝承が存在していたことを把握できる。仏教公伝以前の高クリ仏教の存在を示唆するかもしれない記録として、エコーの両高僧伝オン軸線に、闘神の僧侶シトンが、僧の軸線について、 駒道人に書き送ったという記録が残されている。この駒道人は高栗ク人僧侶であるかもしれないが、どのような人物であるのかは不明である。しかし、仏教公伝前に高栗ク人の間に仏門に入ったものが存在した可能性を示す。寺院1995年時点において、仏教公伝当時の高栗の首都集案では、仏教寺院跡は確認されておらず、 小十輪王によって混流されたと伝わる二文字、イドルランデラもその位置すら不明である。一方で、ピョンヤンでは、高栗時代の寺院跡が複数確認されており、その他の地方にもいくつかの寺院跡が認められている。高栗の仏寺の特徴は、おそらく仏塔と見られる八角形の建物跡があることや、それを近道と見られる建物が三方で取り囲む仮覧配置である。 しかし、くだら、白木の仏寺と比べ、高栗の寺院跡の確認例は少なく、その詳細については多くのことが不明である。これは、もともと少なかったというよりは、調査が不十分であることに起因すると見られる。まず一不明の二文字、イドルランデラについては、王権による混流という経緯を考えるならば、当時の首都周安に創建されたと見るのが自然であるが、 海東高僧伝引用の古記には二文字は後の広告字、イドルランデラは後の広福字であると伝わる。このうち広告字という名前の寺院は後の高来の首都松宮にもあったことが確認されており、これを理由に三国維持は海東高僧伝の記録を誤りであるとしている。しかし、カチラン、ピョンヤンフ古籍にも両寺院名が記載されており、 同盟の寺院が、高麗時代の平壌に存在したことは、高麗氏の記述によって確認されている。このため、周安に首都を置いていた時代であるにもかかわらず、高栗最初の公的な仏教寺院は、最初から平壌に建立された可能性もある。実際に、高海道時代には、平壌に宮寺を創建したという記録があり、周安時代に意識的に平壌が、 仏教の中心地として整備されていたかもしれない。もしそうであるならば、平壌周辺が当時中国から流入した人々の居住地とされていたことと無関係ではないであろう。戦術の仏門にいた優秀氏死亡鎮の墓はまさにこの時代に建造されたものである。そのところいかならずいサや、皆も、火薬さぶ奇跡、た仏寺、神病及び、王宮、寒布の用河原。 巨所は必ず山や谷にあり、水やそうで、社屋を吹く。ただ、仏事、神病及び、王宮、寒布だけは瓦原を用いている。旧当女高来殿、井上秀夫他、分け考古学的調査によって実像が明らかとなっている高栗の寺院にはまず、平安の神岸里廃寺がある。この遺跡は、平安の王城跡と見られる、神岸里土城内に位置しており、かつては、 王宮跡と考えられていたが、1938年の小泉健夫人の調査で寺院跡であることが判明したものである。中心部には八角形の建物跡があった。これは岩盤を八角台状に削り、その周囲に割石を並べてネイ石としたもので、一辺約9.5メートルである。南側に門関、東西及び北側にそれぞれ大型建造物跡が、 発見されており、特に北側の建造物は、正面32.46メートル、奥行き19.18メートルある大基壇の存在が推定されている。この寺院跡には、高麗時代に新たな建造物が建てられたことも確認されており、それによって遺構の一部は大きく破壊されている。新岩里廃寺は、カチラン、ピョンヤンフ。 古籍にある金剛寺の記録と位置が一致することから、小泉県夫によって498年創建の金剛寺に否定されている。このほかやはり、日本統治時代に発掘された、平安市大城区域林郷同の上五里廃寺、1974年に発掘された地から浦区一輝達山里の定量寺市などで同じく八角形建物を中心とした、 仏教寺院の遺跡が発見されている。その他、平壌以外の地方の寺院跡が二例知られている。一つは、北朝鮮の平安南道平原群徳浦里にある寺院跡である。これは1932年に洞窟された泥仏が売りに出されたことをきっかけにして、1937年に発掘が行われた遺跡で、 高栗寺院としては初めて発掘調査が行われた遺跡である。もう一つは、高海道、大鳥山群土城跡で発見され1987年に紹介された土白里寺市である。いずれの寺院跡でも八角形の建物跡が検出されており、その周囲に建造物跡が発見されている。すでに述べたように、高栗の寺院跡の基本的なラン配置は一般に、 一等三混同式であると見られているが、実際の発掘例としては、新岩里廃寺以外に、仏塔跡と混同跡がすべて検出された遺跡は、不確定要素が残る定量寺跡のみであり、格言はできない。高栗の寺院と類似したガラン廃置の寺院は、白木の慶州にあった、カオル工事の創建ランや、日本のアスカデラなどの例が知られている。 高句麗の寺院の一般形態やこれら国外の寺院との相互関係の追求にはさらに多くの調査例が必要である。需要当初の高句麗の仏教は老僧思想を介して新仙信仰と共に信仰されたとみられている。新仙信仰はその後民間信仰とも集合し、6世紀以降には同教として支配者層に広まっていったことが古墳壁画に仙人。 天女の描かれることからも伺える。7世紀には公的に道教の導入が推し進められた。三国式によれば、栄戸明王の7年の作法の際、当の皇祖は使者に随伴させて、同志を派遣し、公栗国,国内で老子の講義を行わせた。旧、当時の記録ではこの時の講義は王、僧侶、俗人含め数千人が拝聴したという。 法蔵王の2年には、不違い素分が、儒教、仏教と共に道教が重要であるが、これが国内では、未だ盛んでないと主張して、党に道教を求めることが決定された。党の体操は、公栗の求めに応じて、道徳教を合使し、同志宿達ら8人を派遣した。法蔵王は彼らに、仏教寺院を館として与えた。公栗への道教の組織的な導入は、 当時の党と高栗の間での一時的な緊張緩和と関係しており、党側としては、作法体制の理念を補完するものとして、道教を利用したのではないかとする推論もある。高栗のほの他にも、党への聴講に伴って、老子の教えをこい、道徳教の歌詞を求めたケースとしては御殿軸の、都議没露国の例がある。党においては、道教は、提出の祖先崇拝とも結びついており、 国王に必要な春道として、それを与えることは、地上世界を強化すべき皇帝の使命を具現化するものでもあった。受ける側でも、このことは認識していたと考えられる。このような道教の公伝とは別に、それ以前から高栗ではこトベイドがあるふしていたという見解が存在する。三国維持の記録では、高栗人がこトベイドを熱心に報じていることを聞いた。 党の構想が同志の派遣を決めたという。しかし実際の伝播経路、またその思想についての具体的な記録はなく、三国式、三国維持の記述からあくまでも、その可能性を指摘できるに過ぎない。中国文学者の土山さ明は、三国維持にあること、米道は中国でルフしていた、実際の元と米道を指すというよりも、単に東京全体を指す。 代名詞として使用された可能性を指摘する。また、三国式の不違い、祖文の言動などから七世紀初頭の段階でも、高栗に十分に道教は根付いていなかったとし、高栗における道教の内的発展には疑問を呈している。付与は、遠い所属の中でも、最も早期に国家体制を構築した低重農公民であり、その牧校は、 紀元前三世紀に遡ると言われる。その文献資料における書質は式過食列伝であり、前漢の経帝から武帝の頃の記事と見られる。五漢初期には中国との安定的な外交関係を構築し、議題までには簡易性の原型となるような制度も整備して、周辺移民族をも支配していた。そして歴史学において、長らく、 句麗と不予は密接な親族関係を持ち、同族、同民族、同種族であるという見解が受け入れられてきた。これは、歴代中華王朝の司書に句麗と不予の言語がほぼ同一であるとする記述があることや、不予の建国神話が句麗の建国神話と極めて類似した筋立てであることによっている。不予の建国神話と句麗の建国神話は、 おおむね次のようなバリエーションが伝わる。上に見る通り、高栗の建国神話と付与の建国神話は、告示しており、長らく民族的禁煙性の根拠とされてきた。一方、考古学的には高栗が当初より、関石塚を中心とするのに対して付与は、土工母または木幹母であり、その母性の大きな違いから、両者の関連性は見出しがたいことが指摘されている。そして、 高句麗王権による付与との同族性についての宣言は高句麗の政治戦略の一環として唱えられたものである可能性が高いと見られておりその神話の形成過程については古くから議論されている理性子は高句麗による付与との同族性の強調は政治性が遺憾なく発揮されたものであり高句麗の東付与征服の正当性確保や 高句良権と扶予系貴族との一体感の情勢や、当意の中でも、随一の歴史の古さを誇る名族としての扶予のステータスを必要としたことなど、現実の政治情勢における必要性と強く連動して行われたものであるとする。そして、高句麗と扶予の建国神話は、外形的には似通っているが、神話の類型としては重要な際があり、 両者が単純に同一の神話を持つという前提に立つことはできないという。ただし、その同属性の問題は置くとしても、高句麗の歴史に、付与が大きな影響を与えていることは疑い得ない事実である。記述の通り、付与は、当位の中でも古くから栄えた有力な勢力で、あったが、285年には、戦費の主張、母用の攻撃を受けて一時滅亡した。 その後精神の支援を受けて、紙幣周辺で復興したが、346年にも、路洋による攻撃を受けて5万余り口が、路洋氏の根拠地であった両生地方に強制移住させられるなどした。その後の不要の歴史は不明点が多いが、時代が進むとともに、彼らは航空に依存、隷属するようになっていき、最終的に494年に、木筆に追われた扶養が国を挙げて、 高ウに降ることでその歴史を終えた。この過程で長期にわたり富与族が高ウやその周辺に流入し、高ウの進化として使えるようになった。その実例として、公海道に仕えた中堅貴族無刀郎の墓が見つかっており、4世紀頃から北富与出身の彼の祖先が高ウ王権に奉仕し、母用子との戦いで活躍したことが母子に残されている。 この流入した富裕の人々こそが、四世紀代の高麗発展の中心的な担い手であったとする見解もあり、また古くからの五部からの卓越した地位を求めた高栗王権が、その超越性と正当性を新たに流入した外部の富裕族に求めた可能性もある。いずれにせよ、高栗と富裕の同族説や類似した建国神話の構築は、富裕族の高栗国家への参与があってこそ、 可能であったと見られる。コ栗クリや扶養を含む、遠い所属の政治的集合には官が設置した、落老軍や玄都軍による、軍権支配が大きな影響を与えていた。三国市は、コ栗クリが、菅代に玄都軍に属していたと記録しており、そこでは、コ栗クリ県令が管理していた名跡に従って、朝福井作の授受が行われていた。このような儀式は官による、 支配であると同時に、コウクリにとっては王権を証言するための装置でもあり、官から正式に承認されることで、官の軍との通行を管理、独占し、統治機構の組織化を図る行動でもあった。コウクリや富与は、官の軍権支配に対して、反抗と基準を繰り返しつつ、国家形成を進めた。当時、先行する富与や、後発の朝鮮半島の馬艦、弁艦、 新官等の官族もそれぞれ間の軍権からの圧倒的な影響力のもと、これと多様な関係を結びつつ、それぞれの政治的集合を始めており、航空の国家形成もこれと同じく当時の遠い所属の間の大きな潮流の中の出来事であった。四世紀、中国が五個十六国時代に入ると、中華王朝の軍権は消失し、不意を、航空に続いて、九だら、白木、 和国なども本格的な政治体制を形成し始めた。一方で、河北の騒乱は、遠い諸国、とりわけ隣接する、不意を、高栗も巻き込んでのものとなり、両政に抗議した、戦費母用子が立てた前縁、後縁と高栗の間で、前代までの中華の統一王朝との交争をも、凌駕する規模で激しい争いが生じた。軍事面において、母用子の脅威は大きく、高麗は、 その攻撃を受けて、首都が途上を落とされ、心霊を取らねばならなかった。一方で、この時代中国の戦乱から逃れてきた漢人たちが、高栗の領内に流入し、その発展に大きな役割を果たすようになる。五後十六国時代の間に、戦乱や清掃に敗れた、河北の王朝からたびたび有力者が亡命したことが、各種の記録に残されている。こうした、 漢人たちのうち、すでに述べた冬こと武器のように、旧高栗領内で墓が見つかっている例もある。彼は、史実岩にある母葉の攻撃から逃れて前園から336年に、高栗へ亡命した東飛氏に対応すると見られ、彼の墓である安岳三号墳は、同時代の朝鮮半島では、墓室面積において最大の墳墓であり、高栗領領をしのぐ規模を誇る。 この事実は4世紀半ばにおいても高栗支配下にある朝鮮半島北部において落老軍以来の中国系の人々が相当程度自立的な勢力を保っていたことを示すものとみなされている。こうした中国系の人々と高栗の関係は次第に強化される高栗王権によって徐々に変化し5世紀初頭に属するやはり亡命漢人の傍陣の墓からは その進展が見て取れる。冬小時の墓ではもはや実質を失っていた、闘身の年号と生前の簡易が記されているのに、対し、傍鎮の墓には、高栗の年号が用いられるとともに、高栗の簡易が明記されており、高栗王権の政治体系に服する姿勢が明瞭に現れている。この流入漢人たちが、具体的にどのように、高栗国家の建設に関与したのかを読み取れるような、 資料はほとんど存在しない。しかし、三国式、くだら本記には、以下のような記述がある。辞表指数終わり、あまり人本山、周類進む性、罪味、しのげ服、構え温連歌三十あまりはじめ、財産力欠、展示戦、和歌展示局金、縁及び、無害、即使い一章、来る旧申告表紙の名数がつき、その残党が小栗に逃げ込んで、 以来、周類はようやく流星になり、ついに侵略するようになりました。恨みを重ねわざわいを貫ること34年になり、財力も戦力も使い果たし、次第に弱り苦しんでいます。もし天使が弱く哀れな者に慈悲深く、果てしなく遠くまで及ぶのでしたら、速やかに一人の将軍を派遣して、真の国を救ってください。三国式くだら本に、外を十八年、井上秀夫役。 李性氏は、この記述において、表紙の滅亡後に、高栗に逃れた残党が、高栗の兄弟化に、大きな役割を果たしたことがあることから、河北の騒乱を背景に投本した人氏が、高栗の地において果たした役割が、決して小さいものでなかったことを、ここからいささかなりとも読み取ることができるのではないかと思うと述べる。また、実際に、中国史書には五世紀以降、外交、 軍事に中国製のものの活躍が見られ、高栗は中国系人種を外交交渉や軍事活動に投与していたと推測もできる。5世紀の長寿大台には西方国境の安定が模索された。この方針の下、下河北を統一した北魏への徴工や闘進を、はじめとした南朝への入朝を通じて、それぞれとの関係が安定したことで、朝鮮半島への拡大策に大きく、 火事を切ることが可能となり、475年には、クダラの首都ハンスンを落城させて、朝鮮半島の中央部位北を、その支配下に収めるに至った。ここに至る一連の戦争において、クダラは、南朝や、それまで通行を持ったことがなかった北義へ、救援要請を行っているが、北義は、高栗の中節を挙げて、これを拒否した。南朝も、 また同様の論理でこれを拒否したとも考えられ、この経過は、高ウクの外交的勝利でもあった。この南北領朝との通行と西方国境での安定策は、基本的には7世紀まで200年にわたって、高ウクの基本的な対中外交方針となった。6世紀後半に隋が中国を統一すると、このような外交的条件は根本的に変化した。 隋と国境を接するコウクリは、海上で隋と接するくだらに続き590年には隋への検視を行った。以降、東アジアでは隋を中心とした一元的な国際秩序が形成されていく。しかしこれは南北領朝の存在を前提に北朝の脅威に対応してきたコウクリにとっては深刻な事態であった。この変化は実際には、 コ栗クリと対立するマッカツやコ栗クリの領内に居住するキッタン人が隋と結びついてコ栗クリ王権から離反する動きとして現れこれらを鎮圧しようとするコ栗クリの行動と関連して隋によるコ栗クリ遠征が行われ最初の遠征が失敗した後もコ栗クリと突決の結びつきに脅威を覚えた隋のよう題は遠征を繰り返したしかも高来招集メ倉クラ、ブヤス 高し終没欠の間、小模食料、の境。家ども、また、勘、義、住宅、つくつしばらく系、乱利多祖、主王地帰り衆。厚むばあやぶ大大大、針さねしげもまで今、喧嘩れか上、千仮目エビス類。移り継げの源三かつて目抜け、長金の霊爆光明や。湯治めモーハン、淵木局、三つる席変水、極老方向。 赤キキの不死図、生人ため行き配行。小族館風、古国津祐1日、釣り人門在、虫災が、おぜおやそう六死、ようさる九罰、小血期、強重点位、天国吠え、国史千母しかし後来は襲悪で、愚かにも強順せずに、没、欠の地にたむろし、両、Y の境界を犯している。関と義は、中罰を繰り返し、 キャツラの創屈は、しばらくの間、早起きに傾き、離散して多く祖格状態となったが、核部族がまた集まり出している。かつて、ケツや中のもとに悪人が集まったように、増えて、今に至っている。かの中華であった地を望めば、そこは戦枯れて、万位の地となっている。隋の布告を受ける、再現祝であるべきなのに、未だ面と向かって受け取らず、進化としての兆候を、決して、 自ら進んですることはない。亡命の半島を誘い入れるのに際限なく、返京にはびこり、しばしば故郷に警報の放火を上げさせる。返済はこれにより休まらず、そこに住む民はこのために制御を放棄するしかない。その国の風俗を見て、ここに北方にいたり、民を見舞い高来の罪を問おうとするも、再度の出世を必要とする方法は取るまい。 ここに至って陳自ら六軍をすべ、九つの罰を数え上げ、その機難を救い、天の意に従い、ここに貴族を滅し、先帝の体系を都合ではないか。隋所定期第四要題した八年春、大権権管約。隋による度重なる高クリエンは、最終的に失敗に終わり、隋滅亡の重要な要因の一つになったと考えられている。しかし、 隋が滅亡した後成立した党もまた継続的に高栗遠征を繰り返し、クダラを先に滅ぼし、白木の戦力も加えた塔によって668年に高栗は滅ぼされることとなった。クダラは朝鮮半島中西部の馬貫諸国が統合されて成立した国である。この統合の時期は概ね4世紀半ばとみられるが、馬貫の統合には コウクリの存在が大きく影響したと考えられ、クダラはコウクリとの交戦の中で国際部隊に登場し始める。クダラはコウクリと同じく風与から出たという同族神話を持っているが、このような神話は政治性を強く帯びていることが推測されることもあり、単純に史実であるとは認めがたい。現在のソウル市にある石村堂3号分、コウクリの影響を受けたと見られる関石塚。 建国記のくだらにおいて、高栗からの影響を示すものとして注目されるのは、現在のソウル市に残されている、高栗式の石、石塚の存在である。4世紀後半の石村堂3号墳をはじめとする、ソウル市の石石塚は、内部に粘土を充填するなど、くだら独自と見られる要素もあるが、石積みや紛糾から瓦が出土する点など、全体として、 コウクリの母性の影響を受けて造営されたものとみなすのが一般的である。富裕の墳母に赤石塚が見られないことから考えて、これはコウクリとクダラが同じく富裕から出たことを示すというよりはコウクリ系の人々がクダラの支配地へ流入した可能性を表しているとも考えられる。富裕族を媒介にしたコウクリとクダラの道言神話はむしろ 後発のクダラがコウクリとの対立の中で同族であることを標榜することで立場を強化しようとしてるふしたものであろう。4世紀末から5世紀初頭にかけて、公海道の下でコウクリはクダラを支配下に置くべく繰り返し戦った。この間の事情は公海道を非分に詳しい。それによれば、クダラはイニシエよりコクリに徴降する俗民であったが、九十一年に、 我がくだらを親民としたため、コウクリは396年にくだらを破り、これを八つ客とした。そして、コウクリはくだらから58の女優の700、村を奪うとともに、くだら王に忠誠を誓わせて王子らを人質とした。くだらはなおも和国と和道してコウクリに対抗しようとしたが、 400年に高栗は、白ラへ進軍して、白ラ王都を占領していた和軍を撃破し、朝鮮半島南部のミマナからにまで進撃したという。高栗は404年の大砲地方への和軍の攻撃も退け、407年には再び5万の大軍を持って、九ダラを攻撃し、七条を奪った。この、高海道飛ぶの、やつ客という表現や、古の昔から九ダラが、 高ウの俗民であったという記録は、高ウが認識していたあるべき過去に基づいて増幅された誇張であるという指摘がある。上記の碑文の記述を信ずるならば、イニシエより、高ウの俗民であったクダラは三百九十一年に輪によって高ウから離脱し、三百九十六年に再び高ウの八角となったものの、翌三百九十七年には再び高ウから離れ、 その後数度にわたり領土を削られつつも、公海道の治世中には、最終的に、公栗の勢力圏外にあり続けたことになるためである。同飛文はこれを反映してか、九だらに対する明確な敵意を表現しており、その国名を百山という別称で表記している。公海道飛文は、公栗が九だらから奪った、領土、領民の支配についての情報も現代に提供している。 秘文において、くだらから奪った領土の住民は、信頼の関東へと呼ばれており、その地から、公会の応募の守護人を挑発したという。信頼関への地名は実に三十六に及ぶが、その地名中に登場する、藩、絵字の登場や文章の分析から、高栗が略取したくだら領では、漢族が多数を占め、一部の地域で、藩、Y の混住状態があったことが見て取れる。 ワイ族は古くから朝鮮半島の広い範囲、少なくとも軽軌道や寒温度、環境南道の東海岸一帯に広く居住していたことが考古学的に確認されており、漢族と同じく定住集落を形成していた。ワイ族は古くから高句麗と密接な関係を持ち、三国式によれば高句麗の領土下で体育柄の戦いに参加していたという。 コウクリでは、城の下に、複数の、村が所属するという、城村支配が広く行われて、いたが、クダラによる間、Y 支配は同様の支配体系をすでに持っており、コウクリは、旧来からの Y 族支配を背景に、クダラの支配体制を包括する形で新たな領土を、支配したと考えられる。続く、長寿王時代には、さらなる難心が起とされ、高ウは四百七十五年に、 クダラの首都ハンスンを陥落させて一時的に滅亡させることに成功した。6世紀に入ると復興したクダラは、白木や和国との間で、茅や地方を争奪しつつ、次第に国力を強めた。548年にコウクリとクダラの戦いは再燃し、コウクリは6000人の愛兵を持って、くだを攻撃した。以降、くだは、白木と連携して、コクリに対処し、 551年には、クダラ・シラギの連合軍によって、官場を占領されるに至る。その後、シラギの兄弟化がはっきりし始めると、コウクリとクダラは対立しつつも、対シラギ戦においては連携するという複雑な外交が展開された。6世紀末から7世紀にかけての隋、唐によるコウクリ遠征が度重なる失敗に終わった後、唐は、 コウクリの背後を成虫するために先に、クダラを滅ぼし策を取り、660年にクダラは滅亡してコウクリは南北から挟まれることになった。その後クダラ一心たちが起こしたクダラ復興運動を和国が支援したことは日本初期に詳しいが、コウクリもクダラの残党を支援していたことを東側の資料から読み取ることができる。 党が混流した大東大落ら,ら国悲鳴には東抜親となり、近異名称、北連逆樹、円王、福老後へ、という記載があるが、これは滅亡前のくだらが見事のりに従わず北の逆樹と連合し、遠くの福老に応じて東の親となりを打ったことを責める文章である。また、旧当女くだら殿には鬼室福讐や王子不要豊からが、こ送り、 和と連合して反乱したと記されている。結局、くだら復興運動は鎮圧され失敗に終わったが、鎮圧後に、不要とよや、複数のくだらい心がコ栗クリへと逃げ込んでいることも、コ栗クリがくだら復興運動を支援していたことを証明するものであろう。くだらと同じく、白木もまた4世紀半ばに国際部隊に登場する。 シラギの没工にも高栗は大きな影響を与えたと考えられている。4世紀後半から5世紀前半の高栗とシラギの関係の基本資料となるのも公海道を秘文であり、緋文はくだらと同じように、シラギが古くより高栗に徴工しその俗民であったと記す。三国式には、シラギ王、ナコツ至近37年に高栗の使者がシラギを訪れ、シラギは その強情を見て、王族の実勢を人質に送ったという記事が存在するが、これより、以前の、碑文に書かれた、白木の高栗に対する、親族については、高栗の認識していた漠然とした過去を語った、ものとして、史実とすることに否定的な評価が長く、採用されている。このことは、同一の条文にあるくだらの高栗への、親珠の情報に、 大きな誇張が含まれていると見られることや、我が、くだら、白木を新民としたという記述の史実性の評価とも関連する。その後、和軍によって王城を攻撃された白木が399年に、高栗に救援を求めたことが同碑文に見え、高栗の公開道はこれを受けて翌年、白木に駐留していた和軍を放築し、ミ間ナからまで追ったという。 公海道碑文の和軍放築後のコ栗と白木の関係を記した箇所は、真滅によって、反読不能の箇所が多く確実ではないが、おおむね、古くより、白木が調校しなかったことはないが、コ栗の救援を喜んだ白木はこの時より王、自らが調校を行ったという記述があるということで、学者の見解は一致している。以降のコ栗に対する白木の親族は、おおむね間違いなく、 特に中原コークと呼ばれるコーが建設した碑文にその具体的な姿が描かれている。この碑文は421年頃または481年頃の建設とみられるものでコーの大王と白木の縫い式が兄弟の関係にあったと記す。そして前者が兄、後者が弟であり明確にコーを上位者とした国際関係を記録している。 さらに、コウクリは、シラギのヌニ式に衣服を貸しし、シラギ領内に駐留する白木土、シラギ内旗主が、軍部として人を募っていたという。これらは5世紀のコウクリに対するシラギの真珠が、相当程度実質的なものであったことを示す。また、衣服の需要は、シラギの完成について、コウクリからの影響があったことを示唆する。シラギは徐々に国力を増し、 高栗支配からの脱却を目指した。参国式によれば450年に白木人が高栗の返還を殺害した。この時コ栗は白木討伐を計画したが、白木側が謝罪したため出兵は中止されたという。しかしこの頃には、白木の高栗からの離脱傾向は明らかになり始め、454年には高栗が白木領北部に進行。 翌455年には、コウクリとクダラとの戦いで、シラギがクダラに援軍を派兵したことが、三国式に残されている。同時期のコウクリとシラギの争いは、日本初期にも記録されており、475年のクダラの一時滅亡の際にもシラギはクダラへの援軍を提供している。6世紀に入るとシラギは、カヤへの勢力拡張を図るとともに、王号の使用。 簡易性の整備などを行い、飛躍的な国力の増強を遂げた。551年には、昭白山脈を越えて北上して、高栗の十軍を奪取し、552年には、九だらと共に占領した、官城を治療とし、553年にはその地に、新州を置いた。その後、6世紀後半には、白木は、中国南国領を朝との間に、独力での外交を展開した。 こうした、白木の兄弟化と北進は高句麗に大きな脅威を与え、高句麗は半世紀近い歳月をかけて、現在の平壌市街にあたる場所に本格的な都の城の整備を行った。中国でつい、唐が統一を達成すると、その脅威にさらされた高句麗は、くだらと結んで、白木に圧力を加えるようになった。642年には、 クダラの攻撃を受けて窮地に陥ったシラギは王族の金春州を高栗に派遣して救援を求めたが高栗の実権を握っていた。不違い素分はこれを拒絶し逆にクダラと共にシラギを攻撃しようとした。その後、党に支援を求めたシラギは実際に東軍が朝鮮半島に出兵すると東軍と共にクダラ、ついで高栗を攻撃し、 クダらとコウクリは相次いで滅亡した。そして東軍が直接朝鮮半島を支配しようとすると、白木は今度はそれを排除すべく、コウクリの亡命政権を一時保護するなどし、最終的に東軍を朝鮮半島から撤退させて、朝鮮半島中部以南の支配を確実なものとした。コウクリと和国との関係を示す記録が登場し始めるのは4世紀後半からである。 コウクリが残した、高ウ道イ文は4世紀末から5世紀初頭にかけての和の動向を記録する数少ない資料であり、それによれば、朝鮮半島を南下するコウクリと、クダラ、シラギへ勢力を拡張する和との間で大きな戦いがあり、最終的に高ウ道イドを駆逐することに成功したという。この碑文の和関係記事の史実性をめぐっては長く、論争が続いているが、 高ウの南下とそれに対するクダラの対抗という政治情勢の中で和国は朝鮮半島の外交部隊に登場し始める。公海道秘文は高ウに対抗するためにクダラ側と数道したことを伝える。これに対応する記録として三国式や日本初期にクダラが王子を質として和国へ出し惜しみを結んだという記述があり、クダラが和国との提携によって 公栗に対抗しようとしたことはおおむね史実とみてよい。公会堂被文の地面通りには、くだら、白らを親民とした和国は、公栗の主要な敵であり、その戦いは、最終的に公栗の勝利によって終わったとなるが、被文中の和国と、くだら、白らの関係、外交上の和国の主導権などについては、激しい議論が重ねられている。和国は五世紀の間、 朝鮮半島への勢力拡大を施行しており、いわゆる和の語王は中国の王朝に対して、高空領域外の朝鮮半島南部の軍事権を持つ役職の女性を繰り返し求めている。そして特には王部が感情陥落の後にうへ出した上標文に象徴されるように、和は高空への対抗意識を鮮明にしており、中国王朝に 和が求めた感触や、この頃から使用されるようになった和の大王法は高栗を意識したものであるとも考えられる。上記のように一般に初期の高栗と和の関係は敵対していたことを示す。各種の証拠が見られるが、一方で413年に高栗の使者が和人を伴って、東神に入庁したという記録がある。しかし、この時コウの使者に同行した和人の性質に、 ついては、よくわかっていない。高ウと和の共同入庁などの説もあるが、戦いで捕虜とした和人を随行したなどと開し、あくまで高ウの外交の文脈で理解する見解が、一般的である。その後、若干の空白期間を明けて570年の、高ウから大和への剣士の記録が現れる。日本初期は、王神天皇23年上などにこれ以前の、 高ウとの交渉についての記述を残してはいるものの、この570年の高ウからの剣士が高ウと和国の確実な外交関係形成の最初のものであるという点で多くの論者が一致している。この高ウの大和への接近は当時の白木の勢力拡大を背景にしたものであると見られる。 当時高句麗は北進するシラに次々と南部の領土を制圧されており、551年にはかつてクダラから奪った感情も失っていた。さらに中国の南北領朝ともシラが積極的に関係を持ち始め、シラは高句麗にとって軍事上の脅威となっていた。このためいわゆるミマナの滅亡によって朝鮮半島への足がかりを失っていた和国との 連携によって、白木の背後を成虫しようとしたものと考えられる。実際にはこの時の交渉は、相互の不信感や前例がない状況でのトラブルが、相次ぎ、特に身を結ぶことなく終わったが、589年に、隋が中国を統一すると、南方の白木と戦いつつ、隋の脅威にも対処するという二正面の対応を迫られた高句麗にとってはは、戦略上重要な存在となり、 590年代には、より積極的な外交関係の構築が模索された。595年には和国に、高栗の総栄治が渡った。日本初期は、聖徳大使が栄治に仏教を学んだことを記し、20年に渡り滞在した後に帰国した後も、恩心を保っていたという。栄治のほハリマ国で、蘇我馬子に見出されたという高栗総リ文の名が伝えられ、 または国から高栗へ行前が留学像として渡った。李性氏は当時の東アジア外交では物相は大きな役割を果たしており高栗側の記録が残らないため推測の域は出ないもののほぼ同時期に特決に送られていた高栗氏と同様に対髄体制の構築を目指した高栗の姿勢がエジをめぐる日本側の記録に反映されたものであるとしている。 実際に601年には、和国からコークリに大友連月が派遣されており、コークリと和国が白木攻撃での連携を図ったことが記録に残されている。ただし実際にはこの時は、和国は白木を攻撃することなく圧力をかけることでミマナの蝶を収めさせることを目指した。日本列島における高ー人の痕跡下の朝鮮半島諸国からの移住と同様、 日本列島への高ーク人の移住の痕跡は、考古学、文献学双方において存在する。長野県にある、日本最大の関石塚古墳群である、大室古墳群やハリ塚古墳は、高ーの母性との関係を指摘する意見がある。また、東京都狛江市の亀塚古墳もその壁画などが、高ーのものに類似することからなど、ト来人との関係が注目された。また、コ コマの古代地名は以下の例のように近畿、関東に分布する。また、和国に移住した高栗系の人々の中に絵師として活躍した人々の多いことが注目される。日本初期、新鮮政治録などに記録される貴書菓子と呼ばれる人々は、高麗国人、久しかくな王の光栄とされ、天寿国州長に菓子の一人として高麗災いつの名が記録されている。 また、西明天皇代には、高麗絵師、ネマロや、高栗系の貴書菓子と関係が深く、剣闘師に加わって、塔に渡ったとも伝えられる木か木造本味などの存在も伝わる。彼らは、和国内の仏教寺院の建設や、仏画の作成などに大きな役割を果たしていた。668年に、高栗が滅亡すると、和に亡命してきた、高栗人もあった。 日本初期の記録によれば685年には、大東人、くだら人、高栗人合わせて147人に借位を授け、翌686年には、高栗、クリ、くだら、白木の男女及び、総に62人が献上されたという記録がある。高栗から渡ってきた移民たちはするが、カ相模、カズ下シモウサ、たち、下モなど、関東一円に居住させられたが、 716年には1799人が武蔵国に移され、高麗軍が置かれた。高麗軍大領となる駒若光は666年に来話した記録が、ある玄武若光と同一人物と見られ、703連には高栗の王族に連なることを意味する高麗王の生が送られている。彼は実際に高栗王族だとも推測もされるが、明確な出自は不詳である。 高来軍高来座との地である埼玉県日高市にはこの高来王若光を祀る高来神社が今も鎮座する。他にも新鮮聖四六には以下のような高栗系士族が見られる。こうして高栗移民の子孫と見られる人々の中にはその後対渤海外交にその足跡を残している者も,もいる。高栗の王道、王系について記述した。 現存最古の文献資料は、公会堂を碑文である。公会堂を碑文の冒頭では、北府与出身で天帝と過白の娘の子である子孫、その子である樹竜、大主とという建国初期の三王について触れられ、公会堂は十七世今後であると記述されている。このことから、公会堂時代には公栗はすでに整理された、王系伝承を持っていたと考えられる。一方、 三国式、高栗本義では、初期の三王は、東明聖王、瑠璃明王、大竹新王であり、それぞれに、高海道を文分と対応する異名が付されている、ことから、三国式書伝の王刀府は、高海道を文分の伝える伝承と、密接な関係にあったことがわかる。一方で、高海道を、十七世今ごとする伝承については、三国式、 の記述と、どのように整合させるかをめぐって長く研究が続けられている。初代王の住むについて伝える記録には、公会堂を秘文、儀書、三国式がある。これらの記録は、細部は異なるものの、富裕の地から逃れた、高栗の質祖住むが大河を渡って、南の地に高栗を建国するという大筋は一致する。この神話は、高栗と富裕の同族性の根拠ともされるが、 現代の学者は、基本的に後代の創作であるとし、史実としては扱わない。また、透明王の名は、論考や、三国史、付予で引用の、儀略には、付予の建国者として登場する。この東明王と守望の説話は元来別々の神話であったが、後に、高栗の付予征服との関わりから同一視されるようになったものであるという説が、 現在有力な見解の一つとなっている。武田幸男は、三国式記載の後ークの王系をその、死亡や、装置の分類から、以下の通りに分類している。伝説王系、初代、東名聖王から第五代忍部本王まで。高海道碑文、義書、三国維持などに、それぞれ独自の系譜が伝わる。大王王系、第六代大祖大王から第八代新大王まで。 大王号を持ち、中国史書に由来する意味名を持つ。また、新大王以外の装置が伝わらない。元と国内王系、第九代古国側王から第十九代公海道王まで。初期の王に中国史書との整合を取る過程で誤って追加された王を含む可能性があるが、全体として史実性が認められる。平安王系。 第20代長寿王から第28代宝蔵王まで、すべて実在の王からなる。このうち、建国神話に伴って造作された伝説王系の王たちについては、三国式のほか、三国維持、王歴や銀書、航空伝に記載があり、最初の三代についてはすでに述べた通り、公会堂碑文にも対応する王が伝えられている。しかし、伝説王系の五王の親子、 兄弟関係については、それぞれが独自の系譜を伝えており、その世代関係の伝承は後代に至るまで安定しなかったと見られる。大王系に分類される大祖大王、時代王、新大王については、古くからその記録の信頼性を疑われている。武田幸男は、この三王の系譜について、三国式の原資料となった開答国旗が編纂される際、 コウクルの古記録と中国史書に登場する王との対応を取ることができず、両者の形式的成功が試みられた結果、生み出されたものであるとする。元と国内王系以降の王については、原則的に実在していた人物の記録によると、推定できるが、大王系との欠接点の王である。こ国側王と三上王については、三国式にそれぞれ矛盾する、系譜が伝えられている。 このため、古国側王の実在性が長く議論の対象となっている。池内博士はこの王を架空の王と見、三品昭秀では実在するとした。武田幸雄によれば、まず、三国志の記録を意識して、高栗の古記録の王系譜が作成され、ついでその王系譜を、五官所の記録と対象しつつ、回答古記の系譜が作成された。さらにそれぞれの記録が、 三国式二原資料として使用された。そして、古国側をおよび大祖大王は相互に矛盾する記録の整合性をとる。試みの中で、いずれかの時点で過剰された王であると考えられる。初代首毛から五代前の忍ぶ本王までの五王は、尊称として、海が付されており、この後は、港と共に、航栗の王家の姓として知られている。海は、音の共通性から、太陽、 国によって光と解釈できる。この損傷はやがて中国風の性のように扱われるようになり、伝説の王たちに共通する国性として記録されるに至ったとみられる。高句ク王が高性を用いた記録の書室は僧女高句ク伝に登場する高田巻である。この由来としては早くから中華文明に接触していた高句クがが返し、 高心詩の子孫として、高生とする不快を行ったとする見解や、北縁王の講師に由来するものとする意見がある。最も初期の記録では、高麗人たちはな、または、やつと呼ばれる、多数の遅延的政治集団を形成していた。核な集団には大化、諸課と呼ばれる、主張層がおり、課は、北部アジアにおける、主張号である艦と同様のものであるとも言われる。 二世紀から三世紀頃の関石塚は、これらの市町層と非支配層の間で、築造規模の差が見られる。こうした、な集団は、市町連合を形成していたと考えられ、三国志、銀市や、儀略など中国の市所は有力なな集団として、官土部、善那部、小那部、官土部、葛浪部という五族の存在を伝えている。儀市によれば、 当初の頃は小名部から王を出していたが、その後、桂ツ部から王を出すようになり、全名部は王妃を出していたという。この名については、士族として捉える見解や、土地の意味と介して、部族ない主原始的小国を指すとする見解がある。井上秀夫はこれらの族は一定の地域を地盤とする、部族国家であり、初期のコーは、部族連合の対をなし、これらの部族は、 モンゴルのクリル隊のように、王位継承に関わったとした。また李性子は後続は王都に集中しようが統括したが、コ句クリは属性的性質を強く残し王権は、部族的制約を強く受けたとする。三国式は、初期のコ句クリの有力者について、しばしば出身部を明記している。そして、貧中王などのように、国人による衰退によって大いにつく例がしばしば見られる。 高栗の後期については、東大の記録、肝炎には高栗に五部制度があり、これは、三国史、銀志や五漢書等の記述にある高栗ク五部が解消されたものであるという記述がある。それによれば、元の高栗ク五部は以下のように解消された。この情報の出元は、高来期であり、同様の記述は、等の小布所大使による五漢書の注釈にもあるが、 その信頼性については長く議論の的となっている。内部及び東西南北または前後上下の方位部が実際に使われたことは日本の記録にある航空人名に包囲部が用いられているものがあることによっても証明される。航空の制度と偶然一致する名称を日本側が適当に造作したとは考えづらいことからこれは実際に航空人が日本側へ向けて そのように名乗ったことによって記録されたと見られるためである。かつて、池内博士や三品明秀は、東大の学者が時間的隔たりを無視して、三国志五感書に記録された五部と東大の後ークの五部制度とを不快したものに過ぎず、本来この両者は相互に何の関係もないと論じた。川本義明は両者を全く無関係とすることは一方的に過ぎると、 問題提起し、強度の五部やくだらの五部、及び五方製、さらにツバメの完成とも比較しつつ、高栗の五部制度は、伝統的な五族を背景に、極めて強力が隣国であったツバメから導入された、ものであると推定する。また、高栗クリの王都についても、このような五部制度によって、行政区画が作られていた可能性が想定される。後の後来は、王都会場を五部に分けていたが、 これと同じような王都の五部制度がコウクリに存在したことを明確に書いた記録はない。しかし、王都の五部制はコウクリから大きな影響を受けていたくだらにおいても見られることから、コウクリも王都五部制度によって統治していたという推定は強い外然性がある。以上のように、コウクリの生態において、これら五部は大きな意義を持っていたと推測されるが、コウクリ王権の中心地域である。 関東市や周安とこれら五部との具体的関係は未だつまびらかでなく、その後の変容についてもはっきりとした姿を描き出すことは難しい。三国式によれば、古くは、サタスク右、タスクの官名が最高位のもので、くだらでも同様に、サタスク右タスクが最高位の官名だった。コーでは、第八代新大王の時にその上に、 国章という官を新設し、王の即位に功績のあった名オートが初めてその位についた。三国史や五官書などの表記、序列に異動はあるものの、三世紀には次の十回の完成が整っていたものと考えられている。ただし、宗家大路、敗者、個数家は五族の有力者が称したものであり、 必ずしも、王権のもとに一元化された完成だったわけではないと、考えられている。総加大路拝者個数化守護雄大、う大、と書く場合もある。進む死者、衣先人、随所や、新登場に見られる。簡易名も移動が著しいが、いずれも12回となっている。第15代の三河王の時代になって、 次のような王権のもとに一元下された13階の完成に整備されたと考えられている。大体路太し体系ガラス、スタナブト大使社移動体系大使者体系首とねシャイホ社員法社消費者コアニカゲ属仙人コークリの末期に大体路の位にあった、不外い祖分はクーデターを起こし、マリシの位について先見を振るった。マリシそのものの名称は、三国式職官誌では、 新東上を引いて12回のうちの再会の古びな大化の別名としている。コ栗クリが支配していた領域は、現在の中国東北地方南部から朝鮮半島中央部、さらにロシアの宴会州の一部にまたがっている。そしてこの地域は19世紀後半以降、各国で争奪が繰り広げられた地域でもある。コクリは、様々な種族や亡命中国人集団などを含む、 複雑な社会であったが、この旧航空医量の歴史が近現代の国民国家のどの国に帰属するのかが長年にわたり論争となっており、現代の歴史学者たちはこの論争自体もまた観察と研究の対象としている。19世紀後半から20世紀初頭に戦われた日清、日露戦争に勝利した後、日本は朝鮮半島、 満州へ勢力を拡大していった。それに伴い、日本における朝鮮と満州の歴史研究も活発化した。この研究を主導した白鳥倉吉や稲葉君さんは、現実の日本の大陸政策への提言や日本がこの地方を支配することの歴史的正当性を意識しつつ研究を進めた。彼らの見解の中で重要な点は、満州と朝鮮を 不可分の領域として捉えていることであり、高句麗はそれを体現した存在と位置づけられることになった。白鳥や稲葉はそれぞれに朝鮮半島と満州の一体性を解き、日本の朝鮮半島支配を保障するには、両党半島の領有が必要であることを主張した。とりわけ、稲葉くんさんはその歴史的正当性及び過去の教訓として、まさに朝鮮半島から、 両党半島を含む南満州を領有していた過去の王国であるコウクリを参照した。彼は半島存立の擁護にあたれる日本は両党半島の各マムルがぜひとも必要であり、これを同時に支配する満貫一党の経営を説いた。そしてコウクリが両党半島を支配して大陸勢力を撃退したことを真に 半島計略の藩を後世に推しするものとして、初めて満貫一等の経営を体現した、高栗の歴史から多くを学ばねばならないと述べている。稲葉はさらに、満州と朝鮮の歴史的一体性を前提に、1907年に発表した論考において、満州への朝鮮人の移住を、あたかも故郷に帰るがごとき感想を抱えるもの少しと、せずとし、当然のことであると論じた。 こうした満州と朝鮮を一体のものとして捉える枠組みは一般に満戦士と呼ばれ、第二次世界大戦の終焉まで東洋史の一分野として研究された。その後、南満州鉄道株式会社総裁となる後藤新平の協力を得た白鳥倉吉は、稲葉君さん、池内博安田総吉らと共に満鉄歴史調査部を発足させ、満州、 朝鮮の歴史研究を進めた。稲葉君さんによる改装によれば、彼らは朝鮮総督府設置の折に意見を求められ、その首都は満州と朝鮮の一体性の観点から形状では、南すぎるため平壌がふさわしく、名称も高麗総督府が望ましいとの見解を出した。この案は実現しなかったが、ここで言う高麗は首都を平壌とし満州経営との、 関係が見通されていることからも、後の後来ではなく後来を意識した名称であったと考えられる。このような満州と朝鮮の一体性をめぐる議論は、現実の政治に対応して様々に変容した。日本による韓国併合の後、1919年に朝鮮の独立運動である3.1運動が発生すると、独立運動派は歴史的な拠りどころとして、 ダンクン朝鮮以来の朝鮮民族の光栄ある4000年の歴史を報じた。稲葉君さんは日本による韓国の併合を恩恵と見る立場からこれを批判した。稲葉は、ダンクン朝鮮は実在性に乏しく、岸朝鮮、英子朝鮮は、漢人の植民地に過ぎないもので、コウクリや、クダラも、純粋の満州人の王国であり、ラギは旗からの亡命者が作った国なので、 純粋の漢字により出て主権者の地位を占めた者は絶無であるとして朝鮮独立の歴史的正当性を否定した。一方で彼は当時多数見られた朝鮮人の満州移住は民族的一大使命であるとし、その文脈においては航空役だらを朝鮮民族の歴史に位置づけるべきことを主張していた。稲葉は先人、ママはその伝統的と思えはる。 白木本位の歴史観を放棄して、三国一体の本前に返し減らねばならない。もし、朝鮮民族を抗議に考えて、白木統一以前の三国時代を基礎といたしますれば、朝鮮の領土を満州まで及ぼすことができるのであると述べている。ただし、今場の議論においては、高栗やくだらはあくまで満州人の一派とされており、それを朝鮮民族の歴史とするのは、 今日の朝鮮民族の中には多数の満州民族が包含されているからで、抗議にはそう見ることもできるという理由であった。満州事変と満州、貴族問題における、高栗の1931年の満州事変と、その後の満州国建国は外交問題として、満州の貴族をめぐる論争を日本と中国との間で引き起こした。日本の学者が満州がそれ、 自体独自の歴史を持った空間であり、中国の一部ではないという議論を継続的に進めていた一方、満州事変と満州国建国をきっかけに中国の学者たちは満州を中国の東北として中国本土と歴史的に不可分の一体性を持つと位置づける研究を積極的に推進し始めた。こうして日中間における 満州の歴史的貴族をめぐる論争が活発になると、自然その歴史の一部を構成する高麗の捉え方についても議論が行われた。当時満州国の建国大学教授となっていた稲葉くんさんは、古代から満州国に至る連続した通史の確立を試みた。その中でツングースと呼ばれていた満州国領土内の諸民族は、おおよそ同一民族であり、 韓民族とは全く系統の異なる満州民族と呼称すべきことを主張し、この文脈の中で、高ーの歴史も紀元前から満州国に至る連続したツングース系満州民族の歴史として中国史からは独立して位置づけられた。一方で、東北史研究の開拓者とも言われる中国の学者金育夫婦は高ーを、東北史を構成した主要民族である、 付与系の国家であるとし、中国史の一部とした。上記のように、高空氏の貴族は、満州国の歴史的正当性をめぐる日本と、中国の間の政治問題において、重大な問題として取り扱われた。この頃、満州国と日本の歴史的一体性を追求する議論も進められ、国策として、満州における歴史、考古学的調査も活発に行われた。 とりわけ重視されたのは、渤海であった。渤海を満州国の歴史と位置づけた上で、日満関係は、今日に違和に始まったものではなく、1200年前の国交が復活したものであるとされ、こうした満州の歴史、考古研究は、渤海国民の地が脈々と流れる、満州国と日本の関係の正当性を中国を、はじめとした諸国に正しく認識させるために必要な、 ものであるとされた。発掘調査に参加した学者、原田義とは20014年にわたる、この我が両国往来のうちに、墓海国人で、我国に帰化する者も,も多く、我が国人が墓海に帰化したのも少なくなかった。したがって、日万両国人の地は1200年の昔から、つながっていたので、今更日万神前をこと新しく説立てるなどむしろ、おかしいくらいにも思われる。 と述べている。こうした日満一体の理解を前提として、さらに日本と一体である満州と朝鮮も政治、経済、軍事において不可分の領域であるとする千万一如というキャッチフレーズが朝鮮総督府や関東軍を中心に唱えられた。考古学者、藤田良作は考古学的観点から朝鮮と満州の間に境界はなくこうくりくだら、しらぎ、 さらに日本は共通した文化的性格を有していたとし、とりわけ、コークリを千万一如を体現した存在として重視している。また言語学者、河野六郎は、コークリ語をはじめとする、付与族の言語が、ツングース語である、満州語に近い言語であり、さらに、朝鮮語もこれらと同祖の言語であるとして、言語学的見地から、千万一如を支持した。 上記の通り満戦氏の観念は20世紀初頭の日本の朝鮮、満州支配と密接に関わって発達し、その中で実際に朝鮮と満州を一体のものとして支配した事実上唯一の勢力であるコーは、この枠組みに根拠を与える存在として重視された。歴史学者、井上直樹は、満戦氏の対象は歴史的、地理的、そして、 当該期の政治的情勢から見れば、高栗のみを根拠とする歴史地理的空間であったと言えるのである。多少の誤解を恐れずに言えば、満戦氏は高栗氏であったということになろう。と評している。なお、満州と朝鮮を一体の枠組みで扱う満戦氏の観点は、一方では独立した満州国の存在とは矛盾するものでもあり、 日本の歴史研究において長い伝統を持つ朝鮮史、満州史という枠組みを崩して、格好たる地位を築くことはなかった。ただし、満州史の枠組みにおいても、矢野陣一や和田清次らは、中国が満州を領有したことは一度もなく、満州は中国とは別の独立した世界であることを積極的に主張した。最終的に、第二次世界大戦における、 日本の敗北によって大陸から日本の勢力が一掃されると、こうした満州をめぐる日本歴史学の枠組みは存立基盤を創出し、日本の戦後歴史学の発展の中に痕跡を残しつつ消滅していくこととなった。第二次大戦後、朝鮮半島には韓国、北朝鮮が成立し、満州は中国の統治下に入った。この結果、 旧境航空医に相当する地域は、暴力港を境に中国と北朝鮮という現代の国家にそれぞれ統治されることとなった。戦後中国では航空医師研究は低調であった。これは冷戦構造の中において資本主義陣営に対抗する必要があった中国では、国境問題などに発達しかねない航空医師研究についての議論が避けられたことなども影響していたという。 こうした高栗誌研究の停滞の中で中国では日本やソ連の朝鮮誌研究が大いに参照されその結果として高栗に言及する際にはこれを朝鮮誌とする枠組みが使用されたまた首都が国内以上から平壌に移った427年を境にそれ以前を中国史、以後を朝鮮誌とする一資料要論も有力であったしかし 文化大革命の後、1980年代には、中国の歴史を、漢民族の発展過程ではなく、諸民族が休合して、中華民族を形成する過程として捉える、理解の中で、句麗氏を中国史の一部に位置づける学説が発達した。一方で、韓国や北朝鮮は当然のこととして、高句麗を自国史に位置づけていた。1990年代に入り、 中国の句麗誌研究はさらに進展し、また、中国全域や東アジア各国の学者が参加する句麗誌の学術会議が開催されるようになると、韓国、北朝鮮と中国の句麗誌の位置づけをめぐる見解相違が実際的な議論として浮上するようになった。井上直樹によれば、その端緒は1993年に吉林省州案で開催された高句麗文化。 国際学術討論会であった。この討論会は台湾、香港まで含む東アジア各国の研究者が参加したものであった。討論会において北朝鮮の学者牧師トールは高句麗氏を中国史に位置づける中国の歴史研究に対する批判を行い、韓国の研究者は法の見解を支持する記事を新聞等に発表した。これに対して、 中国の主だった研究者たちは、韓国、北朝鮮の研究者たちの考えを、侵略的な領土要求と結びついた反動的なものと理解し、各種の反論が行われた。この中で、より積極的に、コークリを中国史に位置づける見解が発達していった。2001年には北朝鮮が、コークリの壁画古墳をユネスコの世界文化遺産に登録申請したことによって、 現実の政治上の問題として、高栗の貴族問題が浮上するに至った。中国の学者の間ではこれを政治的行為と批判する声が上がり、中国政府は北朝鮮に共同申請を打診したが、北朝鮮は当初これを拒否したという。2002年2月、中国で中国社会科学院と寮霊省、国立交省による共同を上がったプロジェクトである東北編。 強よの歴史と現状に対する系列研究プロジェクトがスタートした。これは中国東北史研究に対する一部の国家の研究機構と学者からの挑戦に対応し、さらに中国東北史の研究を促進させるための研究プロジェクトと位置づけられていた。これによって組織的かつ大々的な研究が行われ、2003年末頃に コウクリは古代中国にいた少数民族である、扶裕人の一部が起こした政権であり、コウクリは中国の一部であり、自国の地方政権であるとの見解が中国国外に知れ渡ることになった。韓国の墨海史学者、総はじめ号はこれを中国によるコウクリ氏の強奪と表現し、国際社会において、コウクリ氏が韓国史であることを主張する必要を訴えた。 韓国の17の歴史学会は2003年11月に中国の高栗市歪曲対策学術会議を開催し中国に対して歴史歪曲の即時中断を求め韓国政府に対しては厳重な抗議の実施や高栗を含む古代東北アジア市の研究拠点の設立を求めたさらに韓国ではマスコミが各種の反対キャンペーンを繰り広げるとともに 市民レベルでも大きな反響を呼び、署名運動や抗議活動が熱烈に繰り広げられた。この署名運動では20日間のうちに100万人を超える署名が集まった。市民団体によって、高空の中国史編入を批判する英文文書のユネスコへの送付や、在韓中国大使館への抗議文提出が行われ、2004年3月には韓国政府の支援のもと、 組織的な研究を行うための高空研究財団が設立された。韓国政府内でも高空芝居局に関する協議が行われ、外交的処置が取られた。このような事態の進展を受けて、2004年8月に中国と韓国の外交関係者は、両国の友好関係の維持、歴史論争の政治問題化回避、中国は高空の記述に際して、 韓国の関心に理解を示すこと、問題は学術交流によって解決されるべきことなどを訳した行動了解を描きを締結した。以降、東北皇帝をめぐる政治問題は鎮静化へと向かい、その後の外交関係への配慮から中国では、東北皇帝自体がシリスボみとなって2007年に静かに終了を迎えた。以降、中国では、 高栗ク市の中間領俗論も積極的に主張されるようになり、韓国では高栗研究財団が役割を終えて2006年9月により広範な歴史問題を取り扱う東北アレキシ財団が新たに発足した。上記に述べたような高栗がどの国の歴史に帰属するかという問いは最終的には現代に政治的実態として存在する国家、または 民族と連続しているかどうかという枠組みでの問題提起である。しかし、20世紀の歴史学や関連諸学の発展は、近現代のネーションが悠久の昔から連続した一体性を持って継続してきたという観念を崩している。ベネディクト・アンダーソンはネーションを創造の政治共同体と位置づけ、それが近代に印刷技術に支えられた言語、 行政機構等を媒介に人々の心の中に創造されることで作られた新しい存在であるとした。一方でアントニー・ディスミス等はネーションの形成における保存された過去、伝統の重要性を指摘しているが、それでも歴史上のある民族、国家が現代の民族、国家と連続した同質的な共同体とはしない。 高句理史研究もこうした研究動向と無縁ではなく、朝鮮民族の歴史、中華民族の形成過程として、高句理史を描く一国史の視座は克服すべき対象とされる。現代歴史学のいわゆる朝鮮史の枠組みは、現代の中国と朝鮮の国境を基盤としており、この国境線を成立させた理史朝鮮時代以降、歴史的に形成されたものである。そして、朝鮮史は、 李氏朝鮮以前に朝鮮半島を舞台に活動したあらゆる諸国、種族の歴史を内包して組み立てられており、多くの場合、航栗氏は朝鮮史の枠組みにおいて取り扱われる。この朝鮮史の枠組みは朝鮮民族や現代に存在するいずれかの国家と歴史的に存在した特定の勢力との連続性に依拠したものではない。したがって、 コウクリ氏は朝鮮史の体系に含まれるが、コウクリが存在した同時代においてはコウクリはコウクリであって、それ以外の何者でもなかったものとして把握される。このように現代歴史学の観点からはコウクリがいずれの国家の歴史に帰属するかという問題設定自体が積極的な意味のあるものではない。歴史学者、ヤギ氏は高ウは中国しか。 朝鮮史家という二者択一は結局のところは個々人の世界観の問題であるが歴史学の立場からは近代国家成立以前の領域に近代国家の領域間を押し付ける極めて不毛な論争と言わざるを得ないと述べる。コークリのような現代の国境線と一致しない過去の国家を研究するにあたり一国史の視座からそれを理解しようとする努力にはおのずと限界があり より発展的に研究を進めるためには広範な東北アジア史的視座が必要である。井上直樹は第二次世界大戦以前に交流した満戦史の枠組みは常実の通り日本の大陸政策との密接な関わりの中で成立していたが現代の国境線を越えた枠組みという現在の高栗史の研究が必要とする視座を有しており満戦史的視座から 高句麗リ氏を捉え直すことも有効ではないかと思われる、と述べる。一方で、満戦氏は、日本の朝鮮、満州支配を前提とし、この地域に古代から現代に至る、通時的な連続性を設定しようという試みでも、あったが、こうした、歴史地理的空間の設定は努めてあやふやであり、通時的な連続性を想定することには慎重にならざるを得ないであろうとも述べている。 韓国、中国の研究者の間ではなお連続的な、自国史に、句麗を位置づけることを前提とした論説が盛んで、あるが、近年では韓国でも一国史の枠組みによる叙述に、批判的な見解が提出されており、韓国の中国史学者、金関係は古朝鮮、不意高句麗、渤海、梁、金などを共に、中国史とも朝鮮史とも異なる。 両投資というカテゴリーの中で捉えることを提唱した。ありがとうございます。